はい、皆さんこんにちは。こんにちは。金八アゴラの時間やってきました。今日はですね、3月の、1日ですね、今日ね、はい、収録は1日ですが、収録は1日で、放送が3日ということになります。はい。岩井さんの名札が光って見えます。あ、ちょっと待って。はい。これどうですか。いやいや。向きが。向きが。あ、はい、こう。いや、それは。いやいや、こう。こうじゃダメですか。あ、いや、ちょこれでいいでしょ。ああ、いや、はい、今日はですね、はい、コメンテーターの方、5人いらっしゃいますが、はい、石川がちょっとね、遅れてくるということで、最初4人で始めたいと思います。私は、この金八アゴラの司会をさせていただきます、日本海賊党代表の須澤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではコメンテーターの方ですね、お一人ずつ、はい、自己紹介お願いします。元川崎市議会議員で映画選挙2の山内和彦です。日本海賊 TV では山さんの選挙ウォッチを田淵さんと一緒にやっております。またそれでもよろしくお願いします。お願いします。千葉海賊党代表の岩井勉です。普段は編集ライター、編集プロダクションみたいなことをやっております。よろしくお願いします。はい、お願いします。東急動産生尻裁判原告、立正厚生会附属厚生病院裁判、原告家族の林田力と言います。今週は東急と立正厚生会の話をします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、公認システム監査員、そして、IFRS 連結会計公共政策コンサルタントの田淵と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお題の方からね、見ていきましょうか。はい、どれだ、はい、ですね、今日もちょっとまた盛りだくさんなんですが、はい、最初はですね、正規東急工業ですか、はい、という会社なんですか。はい、こちらの方で、なんかアスファルトについてのカルテル疑惑があったという話ですね。これを最初にありましてですね、それから、金正男さんの暗殺ですけども、まあ、この先週はね、いろんなあの情報が飛び交いまして、まあ、韓国かもしれないとか、アメリカかもしれないとか、中国かもしれないとか、いろんな情報があったんですが、いやいや、最初から言った朝鮮ですよ、僕もやっぱり、北朝鮮。いや、前回もそうかもしれないな、っていうぐらいで、それ以外ない、誰もそれは本気で思ってる。そう。東芝の方がですね、半導体部門は売却するわ、それからウェスティングハウスの方もね、会社構成法を適用すると。じゃあもうなんか売るもんなくなっちゃうんじゃないかと、もうどうしようもなくなっちゃうんじゃないかなっていうですね。この話が早くは増井さんを呼んでください。そうですね。増井さんを。それから次がヤマト運輸はね、ヤマト運輸が、もう仕事がですね、もうこなせきれなくて、今度はその配達のね、宅配便のですね、送料を抑制しようということで今労使交渉しているんですね。そういった話題ですよね。それと、政治分野において、男女共同参画推進法がね、国会で可決されそうだと、男性と女性同数にしましょうとですね、そういったの法案らしいんですが、これがいいのかどうかということもありますよね。はい、それから、農業高校で、ギャップ支援がね、開催されたという話だとかですね、それから、東京オリンピックの食材の問題がね、これちょっとあの難航してるみたいですが、その国の方でですね、その後押しをするという話題ですね。それと、韓国食器にですね、いろんなその問題が出てきましたね。まあこれ前から出てたと思うんですが、まああのアメリカの方でもですね、その懸念が広がっているという話です。ああ、それはもう野田が悪い。そう、喉が悪い。その待機児童ゼロというのがですね、最近あの働く女性が増えてきて、ちょっと遠のきそうだという話があります。保育園落ちた。そうですね。それから双子玉川の無堤防地区の工事がようやくですね、始まってきたという話題だとかですね。はい、それと、今国会で会見の論点が集約始まると。いよいよもう、会見にね、どんどん向けて動き出したという感じですよね。それと、そのアメリカの公立校のですね、トイレ使用でオバマ政権の何かね、このせい で選択してもいいですよと、まあ、LGBT 向きにとか、そうですよね。それをその廃止する方向になりますか、という話があります。
まあ、こういったちょっといろんな話題がありますけども、うんはい、まずは最初、林田さんのあれからいきましょうか。はい、はい、こちらですね。正規東急工業が、まあ、らがアスファルトのカルテル容疑で公正取引委員会から立ち入り検査を受けたと、あら、昨日受けましたという報道なんですけど、正規東急工業というのは東急グループの建設会社の中のアスファルト道路舗装の会社で、まあ、建設会社として東急建設っていうのがあるんですけど、アスファルト舗装部門は正規東急工業がやって、まあ、そこは補完関係になっていますという、まあ、なんで、まあ、道路に関する、まあ、東急グループの顔なんですけど、まあ、ここ、まあ、ここだけじゃなくて、いろんな会社、日報とか、そう、まあ、大手が軒並みカルテルを結んだという形で、アスファルトの販売。で、アスファルトっていうのは、まあ、他の建設業界も談合のひどい会社ですけど、まさにアスファルトっていうのを買う人っていうのは、本当にお役所しかいないので、なんか民間人が道路を作ったりしないので、確かに。本当にね、河川化するし、発注者は公共団体か国かに限られるし、うん、っていうことなんで、まあ、いろいろと問題が多い業界で、公正取引委員会は立て続けにやってまして、東日本大震災の復興工事だとか、うんまあ、成田空港の問題とか、うん、今年に入ってもうすでに3、4件、立ち入り検査が続いてます、うん。で、また、あ、今年じゃない、去年ですね、2016年。うん、で今年に入って、また、まあ、今度は全国的なカルテルをやってるということで、うん、いよいよ本丸ですね。今まではなんとかの工事で、うん、乱合したとかってやってたんですけど、もう全国的に高めのものを買わされてた、うん、で結局買い手っていうのは、うん、やっぱ国か地方公共団体か、まあ、道路高速道路会社に なるので、うん、結局我々が高い金を買わされた、うん、でも一般消費者に回り回ってくるね、はい、でも談合なんてマスタートに限らずもう何でもありますよね、はい、いつまでたっても談合を言われてね、はいうん、もういつまでたってもなかなか治ってこない、はいはいうん特に公共事業やっぱ多いですね、はい、大きなニュースになってないですけど、うん、でも国土交通省の職員が逮捕されたりしてますからね、うん、関西乱暴、うん、去年はいはいはい、うんまあ、これでね、はい、まあ、TPP が破談になっちゃいましたけどね、はい、外国のね、うん、そういった業者も参入できるということになると、うん、だいぶ変わってくるんでしょうかね、はい、変わってきますし、うんまあ、TPP で実際、まあ、田淵さんが頑張った TPP ではなかったんですけど、うんうんうんまあ、TPP 反対派がこうなるとやばい的に言ってた中では、うんうん、公共事業の調達はそもそも英語で日本語と英語を出さなきゃなんないと。ああ、そうじゃないと、ちょっと待った、それは、うん、あれですよ、県と政令指定だけ、うんはい、あ、そうなんですか。そうです、それは維持されたの。あ、うん、だから町とか村とか特別区とか、うん、一般市は対象外です、うん、だってそれまで やれないですよね。それはね、協定文に書いてあって、うんうん、その都道国の事業と都道府県と政令市、うん、川崎市は対象、うんうんまあ、ただし英語を書かなきゃいけないって規定はないんですよ、言っときますけど。ほうほう。でも逆に困る。困るだろうけれども、うん、英語の発注書を書かないといけないと条文には書いてないんですよ、うん、なるほど。うん、普通はまあ日本語だけどね。うんうん、でまあ英語サービスでやってるところは結構東京都もやってるんですけど、うんうん、そうそう、そこはね、まあ大体、うん、政令市なら英語訳できますわ。うん、まあね、暇な職員もいるし。職員、特に県暇でしょ。うん、まあただ日本でサービスするのに、うん、まあ外国企業は公共事業から排除しろとは思わないですけど、うんうん、日本で事業をやるのに。英語で調達すると出す意味があるのか。いや、非関税障壁だって言われるんじゃない、それは。いや、だって日本でサービスするんだから。それ逆に日本語でできるんだったらどこでも平等に。ただ米韓 FTA と違ってそれ ISD って訴えれないんで、うんうんうん、日本語だけでやっても日本語でやってもこれ訴えれないんですよ、うん、あなたが日本語理解して入札してくださいってことですね。まあ、この後 FTA がね、うん、日本とアメリカ間で結ばれてもですね、うん、あまりアメリカの建設業者が日本に参入するというのはあまりないんじゃないですかね。いやそれよりも先週であったあの自動車のあれがほんまに動き出しましたよ、うん、自動車アライアンスが。調達っていった場合に、うん、建設だけじゃなくて、うん、建設があんまりないと思うんです。建設自身が本来車両産業で、日本みたいに建設業者の労働者が多いのは日本ぐらいなんで、遅れてるので、例えばコンピューターの調達とか、うん、その辺がアメリカとしては水源のもとで、何でも押し付けてくるもんあるからね。で日本はホストっていう形で、本当にその OS から CPU からそのメーカーオリジナル設計のコンピューターっていうのがあって、うん、
それは本当に日本電機だとか富士通だとか日立とかがやってるようなもんで、うん、逆にそれをもっと Windows で動かせばいいじゃないか、 Linux で動かせばいいじゃないかって感じで、じゃあトランプさんもそういったことをね、うるさく言ってくるかもしれませんね。本当は言ってくればいいんですけど、トランプさんはなんか古くて、頭なんで、アメリカを変えとか、そっち側だけなんですよ。そう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 、だから本当はマイクロソフトとか、ただそっちを逆に目の敵にするような感じなんで、だからそこは分かんないところ。だからトランプ、アメリカ合理主義に立てば、まさにそういう車買いじゃなくて、ソフトウェアとかの方で支配すればいいのに、車にしても、例えば車載コンピューターをアメリカ製にすれば、別にハードは別に日本で作ってても、うんうんうん、アメリカにライセンス費が入ってくるって話なので、はいはい、うん、いや、やっぱ雇用は増えない、はい、うん、だから本当にその点だと労働者の味方で、そうなの、確かに、だから本当は今だって貿易赤字は日本は、あ、アメリカ、日本の貿易赤字は大きいんだけど、うん、資本収入っていう点だとアメリカはごっそり入ってます、入ってて潤ってるはずなんで、そうそう、これ以上叩く必要もないんだけど、うん、でもやっぱ、まあ、アメリカの労働者は潤わないんで、そう、だからパフォーマンスとしてそこやってアメリカの労働者が潤ってるっていうのでアメリカファーストなんですよ、うんうん、おお、林田さんは誰の味方か分かんないね。でもトランプとヒラリーだったら、うん、まあ、トランプでいいじゃないか、まあ、改革、トランプの新しさを評価したんですけど、ただ実際その80年代のジャパンパッシング的なノリっていうのは古いなって。でもこの前のね、あの日米の首脳会談では、うん、そういうこと全然出てこなかったですからね、うん、結構そのトランプさんも側近がね、うん、いろいろと聞いて勉強してですね、うんうん、まだ分かってないですよ、だいぶ改善してきたんじゃないですか、うん、ね、うん、まあこれがね、まあ、気分屋さんですからね、そうそうそう、うん、まあでも今日のなんだっけ一般競争演説でしたっけ、うん、あれはもうちゃんと共和党寄りの喜ぶようなことで無難にまとめてました、ね、うん、あ、そうですか、あの山際さんでしたよ、右翼の、あ、あの、山際すみやさんがなんか感激してましたよ我々は、うん、その、うん、IS 掃討作戦で亡くなった、うん、ご主人たちのことを忘れないってなるほど、もう、まあまあ、まあでも共和党が喜ぶのは全体の政策じゃない、軍備拡張だか、ね、レーガン大統領の時を思い出すなと。でも、その日本でもね、うん、自衛隊がイメージアップするためにね、うん、今度の自衛隊の、うん、あのイメージガール、誰か知ってます？誰ですか？誰だと思います？誰ですか？誰ですか？ヒント、平家物語。平家物語、もっとわからん。え、誰ですか？平家物語。平成の調べ用紙。知らないんですけど、え、断密、ああ、断密さんはもともとなんか自衛隊のあのあれ出たりとかしてるわけじゃないですか、うん、すごいですね。いや、だって昔はそもそもモーニング娘。とか AKB とかだってその入隊 の、 あのポスター使ったりとかしてるので別に驚かないです。いや、自衛隊は最近ポップですよ。いや、あの、うん、それからゲートとかそういうアニメがこの人は断密って本人が壇ノ浦と六原蜜寺がつけた名前やって本人認めてます、ね、おお、すごいですね、うん、じゃあ滅んじゃうかもしれないです、うん、芸名でそこでなんか周りが反対、縁起が悪いって反対、斎藤静香っていうんですね、本名。ああ、そうですか。いや、それは静香ことじゃないですね。だったら平家じゃない、うん、まあ、おごる平氏の秘策で確かに、ね、でもね、林田さん言われるように、うん、平家末裔の、うん、ね、平の清盛、友盛の末裔の安倍さんがなぜか清和会に入ってる。まず日常構成会の、はい、これは何、はい、日常構成会の信者数が減ってるということで、うんうん、あのこれあの週刊ポストの3月号、3月9日号に載るんですけど、はい、まあ、全体的に新宗教の信者数は減少してるんだけど、で、ね、中でも日常構成会のまあ、凋落は著しいところで、まあ、1990年に634万人だったのが、うん、2014年は282万人ですと。うん、あ、そんな減ったんですか、はい、で特に最近の減りが激しくて、2014年から2015年の1年間だけで26万人減っていて、うん、このペースで減ると10年後には新教団がなくなっちゃう。おお、だからあれはその計算は120万票とか 言われてますけど、まず630何万、うん、でそれ日本の人口の 5% ですよ、20人に1人って、ね、もう282万まで減ってるの、はい、うん、でもそれ複数アカウントを整理しただけじゃないですか。いやでも282万って言ったら
そらあれだな、あの民進党がもう手厚く保護するでしょうね、まだこんだけいるんだよあればね。でもね、その宗教の信者数ってちょっと当てにならないですよね。だからあの一番トップはその信者数一番多いのは、はい、一応そのあれでしょ、幸福のカーブ一番多いでしょ、1200万でしたっけ。そうですよ、ね、だからそしたらその当てにならない数字でも、こういうふうに下がってるっていうのは、だから本当に方針が変わって、なんかとか分裂と下げ起きたとか、そういう感じで減ったなったら実勢、ただやっぱこう当てにならない中でも同じように減ってるって言ったらやっぱり元暴集団が減ってるんじゃないですか。あるいは霊友会あたりと信者をシェアしていて、どっちの信者でもあるみたいなのがいたんじゃない。まあそれは立証構成会のダブリオ、昔はいたと言われてダブリオ系なんで、そんなこと言って立証構成会で昔統一教会とダブリいた、まあだから相互研修制度があったでしょなんでなんで統一教会の日本支部の久保木さんは庭野さんの秘書やったやんか。いや、それは辞めた後の話だから。いやいやいや、辞めた後の。その時点で入って。これ結果ばかりじゃないでしょ。しかも。まあまあまあ。いやでも統一教会って統一研修とかやったんですよ。長い長いにもキリスト教ですよね。統一教会の方が嫌だとは言わないんですか。いやいや、総合研修制度があったからやってくれてます。ウィキペディアによると。ただこのニュースで、なんだっけ、組閣会だけは信者数を維持してるんですよね。そう、島田博美さんは、そこ分析して、単なる、島田博美さんが分析によると、まあ、それどこも減ってるんだけど、それやっぱり、SNS とかで、なんか人とつながりたいって、もともと、この新興宗教が広がったのは戦後構造成長期で、それを田舎から弾き出されて都市に行った孤独な人たちが、の結びつきっていうのが、この需要だったと。それがまあ、今も、そういうもう低成長時代になって、そういうのがそれなくなってきて、かつ SN ネットでつながれるから、いらなくなった。だから総学会だけは人のつながりっていうのを維持してるので、これ理由は政治への関わりが大きいんで、そうなんです。いや、それはやっぱりこんだけ減ってんのは民進党を応援するから。そうだって、そう言ったら成長の家とか、成長の家とか。だって今、立正さんのウェブサイト見てくださいよ。安保法制反対とか、もうほんまにもう民進党と同じやつ言ってるから。PL 教団とかも結構。あのね、新修練の中で、PL と崇高真光、石井はじめのいるとこは、必ず立正さんと同じ政治行動を取るんですよ。で、時々新修練の中で反抗するのが天理教とか。PL も、方が激しくないですか、脱原発の思いとか。そんなこと立正の後追いですか。で、激しいけども、投票行動においては、立正と同じ行動を取るんですよ。PL と、崇高真光。あとは、世界救世教ですね、藤井博さんとか。あ、そうなんだけど、時々、新修練の中で喧嘩するのは霊友会と天理教。この人さ、霊友会行ったら石原とか。だからこの間のほら東京都知事選見たわけでしょ。まあまあそうですね。霊友会は石橋太郎さんで。なぜスマップが分裂するぐらいなんですか。そうなんですよ。行きたいよって分裂で。どうですか、立正のその政治力っていうのは。こういう状態なんです。こんなに落ちてるとは思えないですね。私もあの小池さんの強さを考えると、いやだから関係あるんですか。そんなの私の小池塾関係じゃ見たことないですよ。そうですか。無党派のあれですか。いやだってそんなの宗教団体、特定宗教団体やってやっぱ組織じゃないってところが強みだし、おっしゃいますけど、なんか民進党の方でなんとか潜り込みたい、まあ、そういう人はいっぱいいて、かなり反感大きいです、そういうのに対する。だから、熟成で、もし本当に元民主の集まりになっちゃったら、公認ばっかしたら、かなりがっかりする人は多いと思いますよ。そんなこと言ったって、いっぱい変わって、伊藤優さんはあの、だから、もともと、統一選の前に、だからそれ言ったら、それこそ、まあ、いろんな人は、みんなの党の人とか、それはいろんな人はいますけど、菅谷さんは？だから菅谷さんもまだ、まだ情報出てないですよ。だから、公になってないじゃないですか。はい、そうそう、また、ですね、今度はですね、はい、あの金正男の方でね、北朝鮮に通うということで、結構北朝鮮自体がですね、あの例えばマレーシアから断交されるかもしれない、国交断交をね、断絶するかもしれない。インドネシアでも非常にあの反発高い。中国主権侵害だから、そう、中国の方もほら、あの石炭の、ね、輸入を、やめたと、いうのも、あれもやっぱりね、その最近の北朝鮮との関係の絡みで、なったんでしょうし、まあ中国怒らせたんで結構大きいと思いますよ。もうなんか中国までそんなことやると指名とかって、ね、やっぱり中国
保護者だったんですかね、うん、中国が保護者だった、うん、そう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 ですね、うん、でも地下トンネルとかあって国境の下くぐって、うん、石炭どんどん送るようなトンネルがあるじゃないですかね、うん、北朝鮮、うん、確かソウルまでトンネル掘って、うん、なんか爆殺しようとしたような計画が、うん、ありましたね、いやソウルまでじゃないけど、トンネルいっぱい掘ってますよね、38号線のとこね、第3トンネル見に行きましたよ。それでね、これ見てください、このキム・ジョンナム事件っていうのはやっぱりこうオスマントルコの伝統ですね、やっぱり。おこれ知ってます、毒殺スルタン即位のたんびに兄弟全員皆殺しになった。ああ、だから全然北朝鮮はその伝統の継承者じゃないじゃない。そうそうそう、あまあこれは単にあの何だっけ、だから朝鮮王朝とかでも似たようなのが、山川の教科書が間違ってることを指摘するために引用してるのでまあでもジョン君がただだって山川の教科書これ好意的に書いとんねん、これ。あ、そうなんですスルタンの兄弟殺しについて、うん、そういう伝統があったって山川の教科書に書いて、ああ、まあまあ、あの みんな殺さんと政権が安定しないですからね、うん、だから本当にそのね、北朝鮮の部分のそのね、うんうん、あのお兄さんを殺したというのは本当にもう、うん、その朝鮮の昔のね、うん、もう本当に、中世の伝統を引き継いでるというような感じですよね、立朝鮮の時の別府都さんの、まあ、北は北だしね、南は南みたいなね、またね、うんうん、そういったその、その近代のね、うん、その前の状態っていうのはですね、うん、未だに尾を引いてますね。なんか権力闘争でなんか国を滅ぼすような、うん、そういうことをやってますね、うんうん、で北朝鮮がこんな状態なのに、うん、今度あの韓国の方ではね、うん、新しい大統領が、うん、なんか北朝鮮寄りの人になるかもしれない、うんうん、そういう、うん、ね、あの反日反米でしょ、うんうん、石化統一、石化統一って言われてる、そうそう、日本はそれを隠せないかんなって言ってる人もいて、怖い統計がありましてね、うん、もしトランプが、うん、アメリカ北朝鮮を攻撃したらどうしますかって言ったら、うん、45% ぐらいが、うん、韓国が、うん、北朝鮮を助けると。ああ、そうか、どうだろうね。でも結構韓国でわけわかんなくて、うん、北朝鮮を攻撃したらどうするか、日本を攻撃するとかってこと。それはいろいろ言おうとしてる。それはもう攻撃したらなぜか日本を攻撃するって言われる。昔からそういう、なんか昔からアンケート取るとなぜかそういうのが。なんかもうこの感情論以前の話じゃない。意外とその韓国にとって日本っていうのはね、うん、あの仮想テクみたいなね。だって韓国の教科書にはそう書いてあるでしょ。朝鮮戦争は。ね、満州国に残った日本人が北朝鮮をそそのかして攻めさせた、うん、それは、ね、うん、そうですか。だからその、うん、まあ、アメリカはね、これからどう出るかということも非常にね、うん、心配ですし、うん、まあ、あのイラク戦争みたいな、だって今回あの、トランプさんは軍備費を1割にも増強するわけだから、ね、ね、まあ、やっぱりあの軍産副大がやっぱりもうちょっと。あちこちで戦争やってもらうと困るんですよっていうことで、うん、今ターゲットになってるのは中東とそれから朝鮮半島ですよね、うんうん、あの武器を買えと、そうそう、で物資式ですね、そうで古い武器は早くも全部在庫一掃制度やらんと次のが開発できない、うん、核兵器も全部置き換えなきゃいけないけど、オバマさんの時に止めてたから古いのがまだ残ってるんで、あの核兵器もどんどん劣化しちゃうんで、ね、ただ軍需産業を儲けさせたいんだったら、うん、戦争しちゃうと、うん、したいや軍人年金とかそっちの方の人件費の方であの金が支出は増えちゃうんで、あ、なるほど、武器だけ売らせるんだ、売りたいんだったら、うん、であのけあ歩兵用武器だったら、うん、むしろ警察に払い下げる分を使って、うん、黒人とかのデモ鎮圧に使わせるっていうのが今のアメリカの取り組みで、でもあの軍人年金はあの軍産副大払うわけないんで、うん、でも軍事費の中の割合のパーセンテージの問題なんで、うん、やっぱ人、うん、そっちが増えちゃうと、うん、あ、実は圧迫しちゃうんですよ。いや、ネオコは儲かりますよ、別に。いや、だからイラク戦争やったわけじゃない。いや、イラク戦争もやり、だからやりすぎちゃって、うん、逆にだから軍事費の、うん、むしろ純粋な軍産副交代的には、うん、まあ、あの後、オバマ政権誕生したっていうのはね、確かにそれでブレーキかかっちゃったんで、まあ、あと軍事費にしてもね、うん、最近はその民間を利用すると、はい、そうそうそう、兵直接その、海兵隊とかそういったものがね派遣されるじゃなくて、うんうんうん、民間のそういったね、うん、あの軍事の産業のところに派遣するとかいうのが流行ってますから、そう、はい、じゃあ軍事年金払う必要ないで、ね、うん、まあ、あくまでも個人とその一企業の契約だから、うんうん、高い給料出してるんだから自己責任でやってくれよって感じで、うん、だから PTSD も知らんぞと、まあ空爆とは観光世間にとどめるかどうかっていうのは、うん、やっぱそこは一つのメルクマールになるんじゃない。だから軍産副大だけを喜ばせるだけだったら、
まあ、艦砲射撃とか空爆でミサイルの在庫一掃を図ったと。やっぱ地上軍出すとでもいくら、まあ、その兵艦を PMC とかに任せてもやっぱり負担は多いので、まあ死傷者派遣手当でも 軍人だったら出るし、アメリカがね、その北朝鮮がそのアメリカに届くまでのミサイルを開発する前にね、あのそのミサイル基地を中心に預けちゃうという、そういったあのね、あの話がありますけど、それは結構現実味あるんですかね。だからサードをなんか早く配備したいわけじゃない。サードは一応防衛用。防衛だって韓国を防衛、韓国にいる米軍を防衛しなきゃいけないから。でもその今度大統領がね、その北朝鮮寄りになっちゃったらね、サードまた反対とか言い出すんですよね。まあ言い出すし、今中国が一番やっぱ韓国にとって一番の貿易相手国なんで、だそれは言い出す。そこはだから逆に北朝鮮寄りだから反対って言った方が韓国にとってはむしろ座りのいい結論で、なるほどなるほど。だから本音は中国との関係悪化を避けたいっていうのが一番韓国の重要なことなんだけど、でもサードをじゃあ撤回するともうアメリカと韓国の関係はもう壊滅的です、はいはい、中国が怖くて撤回しますなんて言ったらますます、いやだからもう在韓米軍出てきますよ、もう沖縄までみんなだから北朝鮮友好のために配備しませんっていうのが一番素晴らしい解決でもそれは米軍が許さないでしょう多分、それやるんだったら我々はもう出ていきますよっていう、それ結局どういうことかって日本が最前線国になるってこと、そう日本が最前線ですよね、本当は韓国に軍隊がいて、日本にサードがあるのが一番理想的ですよね。それだとちょっとあれなのかなと。ちょっと遠い。ちょっと遠い。やっぱり韓国ないとダメなんですよ。北朝鮮。もう最前線ないと。でもそれが北京とか上海とか入るから、もう中国さん置いてある。ああ、なるほど。そういうことなんです。だから中国入らないようにっていうことできればいいけどね、もう入るからね。あの本当にね、北朝鮮の情勢は本当にあっという間に急変するという可能性ありますから、ね、だからもう、だってお兄さんではまずおじさんを殺して、ね、ここでお兄さんも殺してだから、ね、ちょっと今度は孫をね殺すかもしれない、ね、であとこれから別にあの、いろんなあの軍の幹部だとかどんどん粛清してますからね。そうですね、なんか情報局のトップの人に、ね、今監禁して、その部下5人を銃殺するという話もありましたよね。すごいことやってますよ、いやちょっとスターリンみたいなことなんてますね。そうそうそう、だから周辺国にとってありがたいですよね。いや有能な軍人がどんどん消えてくれる。いやいやあのだから暴発する可能性あるんで、有能な軍人は無茶な戦争しないんだけど、わけわかんなくなると思う。感情でなんかよし攻撃だとかね。なるほど。で実際あの VX あんだけ普通になんか持ち込んだりできるってことは、日本でも韓国でもテロができちゃうと思う。あれね、佐藤正郎すごい気になること言ったのは、新型じゃないかって言うんですよ。あの VX のやつ。実行犯が死ななかったから。うん、ああ。手についたら絶対死ぬはずだと。うん、そうですよね。だ一説によると、うん、あの女性2人いたでしょ、あの実行犯が。だから。で、1人が、あのなんかそのタオルみたいなのね、巻いて、そこで一番最初の薬が入って、で、2番目のスプレーでね、合成されて、顔の上で VX ができた、すいません、VX が。いう、なんかそういった話もあるんですよね。合成で作るもんじゃないんでね。なんか最新のね、あの思考がそういったのがあるっていうね、そういった説があるらしいです。だから分かんないですね。いやだからあの瞬間接着で A 液と B 液混ぜたら瞬間接着剤固まるやつあるじゃないですか。ああいうノリですよ。サリンはそうですからね。A 液と B 液。そうそう、あれはまあ混ぜて簡単に合成できるやつよね。サリンの手前の。だから新しいものをできたんじゃないかっていうね。ですよね。で後が残んないからまた。でもなんか佐藤正郎怖いこと言ってますね。なんかそれに。その手のビデオのスカウトマンの人が来てて、一体いくら金出しますかとか。怖いね。ビデオのビデオじゃなくて、大体そういうね、そういうスカウトに、その女の子に、なんかテレビ出たがりのやつでどうでこうでとか。だって1万円ぐらいでなんか出たがる人いるわけでしょ。てか、実はそのベトナム、インドネシア人は1万円ぐらい、まあ、日本円で買ったと1万円ぐらいで。いたずら番組に言われてやったってねえ、まあ、まことしやかなね。でベトナムの女の子もね、だからあれがなんかオレオレ詐欺の手口に似てるとか。ああだからあのやっぱ日本人が裏の実行犯なんじゃないですか。すごい、まあ、でも自分たちが直接手を下さず、ね、だってあの4人はもう本国変えちゃってるからね、はい、そうですよね、で残った人間はもう事情がわからないままやらせるってだけだから、
それこそオレオレ詐欺のあの要は末端部分は、あのはいさよならっていうふうに捕まっても事情わかりません。オレオレ日本のオレオレ詐欺もじゃあやっぱそういう北朝鮮のエージェントに上納されてるのかもしれない。いや今中国になんかエージェントがあってそこから上納してるって言うんですけどね。ふやつだった。はいはい。じゃあまた今度次の。はいはい。投資は今度あ落ちた。はい。今度はですね、東芝ですよ。東芝はあの、はい、あれがありませんから。東芝は、はい、これはもう、もうお話だけで。うん、あの、反動、ちょっとじゃあ、あの、はい、争いましょうか。はい、はい。その、ね、あの、最初は、うん、半導体もね、うん、2割ぐらい、うん、あの株を売却して、それを資金に当てると。うんうん、でも、それだと全然足りなかったんで、うん、もうやっぱ、あの、それだけじゃなくてその、うん、アメリカの方の原子力部門もね、うん、まだ隠してるその負債があるという話もあってですね、うん、もう全部、半導体部門が行っちゃわないとね、うんうん、あのとてもその、あのその収支が、ね、改善しないというところで改善させて、なおかつ、うん、ウェスティングハウスももうどうしようもないんで、うん、これも破産法にしちゃおうと、はいはい、いうことで、そうなるともう何もね東芝に残らないんじゃないかと、うんうん、まあ、まだあのもう最後の虎の子の半導体部門をあれ全部売ると2兆円ぐらいになるんで、うん、ただそれこの先今の赤字がさらに負債が増えるようだったらその2兆円もあっという間に消えますからね、うんうん、いやだから会計制度が悪いね、うん、それ今言ってもなんか今から東芝さんね、うん、あなたね、うん、日本基準でなんで採用しなかった、しょうがないアメリカアメリカ基準でやったがためのことでね、日本基準にしといたらよかったね、20年でねパッパッパッ、そう20年で焼却やったりのれんがね、そうすると採算部門が海があくまで残っちゃう、そうそう、でも海をいや少しずつ激変緩和になったわけで、激変緩和で延命されちゃうと、延命されない方がでも食料ってこと食死しちゃいますよこのままだと、まあでもそれもどちら赤の方が多いんだったら食死させた方が、まあ、経済的に結局、うん、原子力部門を持ってるってことは、うん、本当に搭載したってね、あとは知りますよってこと言えないですか、言えない、だって、東芝も含めて、廃炉作業をやらなきゃいけないんで、そうですよね、それやる企業がやっぱり1個でも減ったら、えらいことになるんで、ちょっとやっぱりその政府が入って、延命ってことになるんですか、ね、いや、どっちか倒産すれば、そこそこ JAL とか、なんとかと同じように、なんちゃら再生機構で、それは逆にだからむしろ、最初にギブアップをさせないと、ギブアップしない段階でずるずるやったら、東電みたく会社整理もしないで、やる方がなんだかんだで、仕事って負担が大きいので。うん、そう。でも、やっぱり責任取りたくないから、負担大きい方を選ぶんじゃないですか、今のままだと。だから、東芝さんね、日本基準に変えましょう。今から変えないでしょ。今からそのために変えたらいかにも会計ごまかしみたいな。そうそうそう。もう、株、僕は日本基準自身が、いかんっていう話になっちゃいます。なるほど。今の世論状況だと。ただ、やっぱりね。まあ、こんなことになるとは思ってなかったんですよ。会計士協会頭は硬いから、で、この間はきっちり言いつけときましたから、叱るところにね。会計士協会ことの監督官庁にな。いや、独占的にな権限持っとるのに、回答政府な何事やと。結局やっぱりね、うん、のれんは焼却する方向で、ヨーロッパと交渉になるんですが、はい、ネックがありますね。はい、それは。はい。どうでしょう。これの後。ん？これの後っていうのは。イギリスが出ていかんと、まず。ああ、いよいよ3月にもんか。はい。ね、のれん焼却することはね、はい、短期間で売買すると損だから、はい。で、イギリスの EU 離脱宣言は3月中ということになりました、うん、そうですね、これはもう今月中に決まりましたね。なんとですね、はい、イギリスのその衆議院の優越は再可決条件はなんと単純過半数なんです。ああ、それはもうじゃあ普通にいくということですね、うん、これね、小沢さんが一つ間違えたと言われてるのは、うん、憲法改正案で衆議院の再可決を過半数にしろって言ったんで、かなり支持を失ったと言われてる。ああ、だって過半数だったらやっぱハードル低すぎますからね。いや、参議院の意味なくなるでしょ。そういうことです。だって、そうですね、もう一回再開。なんでこんなこともね、うんうん、いや、これもともと議会法っていって、うん、1911年にこういう法律で、うん、下院を3回通過したものは上院は否決できないっていうのと、うん、上院は予算を否決できないっていうのが1911年にできた。おー、この改革法でね、はいはい、うん、まあ、そういうのがありまして、歴史的には、うん、で
じゃあ、今度また新しいものを行きましょう。今日いっぱいありますよね。そうですね。今日盛りだくさんだよね。ヤマト運輸です。ヤマト運輸ですね。これがその、宅配のですね、送料を規制していくと、削減していこうと。どうしてかというと、もう最近その宅配のですね、量が多すぎてですね、もうその、労働者ですね、その社員がもうひいひい、だって1日何度も配達来るんだよね、すごいですよ。あのネット通販がやっぱり。そうですね、ネット通販とかヤマゾンがね、アマゾンがその、ヤマト運輸の配達のね、数の 40% を占めるらしいですね。すごいですね。でそれで朝早くから夜9時ぐらいまで、ずっとですね、そういった、だから一つ今日決定したのはなんか時間区分で12時から2時までっていうのをなくそうっていう、だからお昼休みを確実に取れるように、それと深夜もだいぶ遅く時間帯まで配達してるのを少し終わる時間を早めるとか、だから労働組合はこうちゃんと強いっていう、ね、いやでも強いんだったらね、強いっていうかその、そういった需要がたくさんだったら本当だったらね、まあ、市場原理で、もっとその宅配の料金を高くするなりしてね、どんどんその社員を雇って、あるいはあのバイトを雇ってね、それで社員いやだからこれ市場原理が機能しないんですよ。いやいや、佐川急便というもっと労働環境の差こ そういうことな会社があるから、そういうことです。あとは言ってもね、佐川急便は例えばアマゾンからはね、もうこんなやってられるかということで、もう手を引いたんだよ、でもこれヤマトがこうなってことはアマゾンはじゃあ佐川とまた再交渉してなんか契約、いやだから契約交渉してね、いやどうぞ変わって今の状況よりもね、当然佐川は上でしょうか、もっと、あの佐川に儲かるような形でやるでしょうから、ユーパックだし、そうなって、そうなってね、この配達量も増えてですね、やってくるんであれば、これはその、労働者の賃金も上がりますしね、このいわゆるで日本的に見ると日本全体に見るとね、 GNP も上がって、これが経済をねもっと活性化につながるわけなんですよ。だからこれ須川さんね、やっぱりね、そうはならない。運輸業者っていうのは一番個人のスキルのいらない業界だから難しい、どんどん AI とかロボットになってる業界だわ。いやただ実際もうメール便廃されちゃったりとか、あれだからサービスダウンというか、やられてはいるんだ。いやだってヤマト運輸のメール便ひどかったぞひどかったってなひどかったって、だってでも京都から東京まで4日かかるとかね、まあメール便まで、 あとあれは郵政にやられた、新書をあれで送ってるって言うんでやられたんですよ。いやわかるけど、ほんでね私一回怒ったことあってね、もう急ぐから小包みがなんで翌日でなんでメール便が置かないやと、分かった、小包み料金払うからやれ言ったこともあった。いやだからそれ、いやいやだから書類を担ってのはむしろそう安くて、そうそう、そうそう、そしたらね、それでブチ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 言うてね、その地元のスーパーで私揉めたこともなんかこれもあの小包み料金せえと、だからその小包みだからいいんですよ。そうだから宅急便で書類送ればいいんです。メール便にそんな期待しちゃいけなくて、そうそう、あれは利便性で、そう、片付くとかそんなの送るのを使う。ああそうですよ、はい、そう、あ、はい、じゃあだからまあそのね、ということでその、なかなかその値上げができないというのがあってですね、まあ、これちょっと話がちょっと変わるかもしれませんけども、例えば介護だとかね、あの保育だとかね、ああいったところでもやっぱりその、賃金がやれやすいと、需要がいっぱいあって人手不足なのにね、お金が全然上がらない、ちょっとこれもやっぱりあの市場原理がね、それは介護保育に関してはむしろ公の規制があるから安く下げられちゃってるっていう、そういうのがあるので、本当にだから業者の自由競争にすればもっと上げるかもしれない、ってか実際上げ足立だったら上げてるので、そうですよね。だからなんかいろんな日本の社会でね、なかなか給料上がらないっていうのは、その人手不足だったら上がるっていうですね、そういった市場原理に基づかないところがあまりにも多すぎると、そうそうそうですね、あの市場原理に基づけばちゃんと叱るべきところはやっぱ上がっていくし、需要があればね、はいはいはい、紹介紹介、では石川さん来られました、はい、紹介お願いします。はい、遅くなりました。元祖生活保障、石川富子です。よろしくお願いします。先週おめでとうございました。ありがとうございます。あ、先週は内緒だった。金賞。金賞。ああ、そうですか。やばい。これはどうですかね。赤で。赤でちょっと。今日いいじゃないですか。お手間回りに濃くしてきました。3月になりましたからね。ちょっと春っぽい感じ。春っぽい。ちょっとモペ立ってみたら、誰かさんに似てない ?S さんに。右向け、右。なんか誰かさん似てないどなたですか ?S さんに。ああ、いやあの人ね。うん。S 屋さん似てません。まあまあそのローカルネタは大丈夫。じゃあ次の話題いきましょう。はいはい。で今度はですね。はい。あら、持ち込みの。あら。
じゃあ、タッチさんで。はい、ヤマト運河っていう政治文化の、ね、これ石川さんで。いや、これはね、私の方でね、はい、出したんですけども、男女共同参画のね、はい、その法案が、うん、今度国会にね、提出されると。だから、女性議員の数を一定割合増やす。これどうなんですかね。本当は増数にするみたいな、ね、話もあったらしいんですけども。それは広げすぎるな。というかね、変なクォーター法みたいなやめた方がいいと思うんで。それやりすぎですね。そうそう。でないと。だってね、結局、うん、別にその、逆差別。女性が出るのにね、うん、別にその、大きな政党から出るだけじゃなくて、うん、いくらでも自分で無所属で出れるんですよ、ね。もちろんです、ね。それは別に、なんだか男性だからどうだ、女性だったらどうだっていう差別はないんだから、うんうんそういったものをね、うん、政党に、まあ、義務付けるまでいかないですけどね、うん、罰則なしで、うん、こういった法案を作るとはどうなるか、まあ、政党は一応、今、国から金もらってるので、うんうんうん、一応そういう規制を受ける、うん、受ける資格は、資格はあるというか、うん、受けたとしても別に民間の不当介入とかにはならない。あ、ってことは共産党は受けないんだ。まあ、そうか、共産党はもらってないから。いや、そういうもんだよ。まあ、もらえる立場にあるので、多分法律をやったら一律政党にやっちゃいますけど、でもそれだったらね、うん、そういった法律を作って、ちゃんと罰則の規定も作ればいいんですけどね、うん、生活しないとどうなるのよ。ああ、そうか、男性出さないからね、そうなかつてはね、男性いたんですよね、生活しないと。生活しないと、そうなんですよ。あと、前、よく女性党っていうのがありましたね、あれがもう毎回、もう性差別ですね、ね逆性差別で、女性党の反数男性しかダメだから、ね、そうそう、それもおかしいですよね。フランスの地方議会でなんか男女でペアで出したっていう、でこれはね政党違う男女でいいんですよ、うん、そうで必ず受かるときはその2人が受かるっていう、その組み合わせで受かるから絶対半分になるんですよ。面白いですね。いやでもそれはちょっとどうなのか、初の試みでやったみたいですけど、ね、なんかでもやってみたんだけれど、うん、結局そのジェンダーバイアスがあるので、うん、そのベテラン男性議員と新人女性候補みたいな組み合わせが多発してしまって、あ、やっぱまあ、それやっぱどうなのかなっていうのは議論になってるところですね。なるほど。だ純粋に男女のやっぱりスキルに応じた当選の仕方にはならないってことだよね、うんうん、やっぱ社会が変わらないとダメですね、先に、うん、確かにそのね、日本では女性の議員が少なすぎるというのがあるんでね、うんうん、まあだから一つ地方議員なんかで問題なのは、結局それぞれのその自治会とか、うん、その関連の組合とかが持ち回りで、うん、実質持ち回りでそのトップを議員にしていくっていうところが結構あって、そうなってくるとそのトップにはやっぱり女性がつけないので、事実上女性が立候補できないとか、うんうん、あとはやっぱりなんか女性が政治活動をするっていうことが非常に難しいような地域があって、うんうん、もう応援もできないみたいな状況があったりするので、都議選の杉並選挙区で、杉並多いですね。あそこ過半数女性、素晴らしいですね。いや、たまたま。で、そういう一方でね、まあ、地方議員の場合は、その女性でね、うん、美人の候補が出るとね、うん、それでもう、すぐ受かっちゃうと。まあまあ、政府活動しなくても、ね。ミスなんとかみたいな感じで。美人すぎるなんちゃらみたいな。そうそうそう。美しすぎる。ね、クリ、うん。だからそういうところで、ね、ダンス同数にしろったらね、もう美人候補ばっかりどんどん出てくるようなことになっちゃう。イケメン候補は？イケメンと、うん。イケメン候補、ね。イケメン。まあ、ちょっとね問題がある気もするんですけども、まあ一応可決の方に向かってね、まあまあ意味ないです、ね、いやこれあれですよ、努力規定ですよ、まあまあいい意味は、まあ、意味がない、意味がない、でも努力規定だったら例えば、非正規 の、うん、その社員に対してもね、うん、今度はその、ボーナスを与えようと、うん、それは働き方改革のね、うん、あれありますが、うん、あれは法律でも何でもなくてガイドラインなんですよ多分ね、うんでそれがガイドラインなのに、うん、こういったその同数の法律についてはね、うん、法案にするとおかしい、逆な気がするんですけど、だってそんないきなりね法律にしたら極端すぎるんで、うん、だけどガイドライン入れただけでもね上出来ですよ、うん、まあまあ、うん、まあ上場企業がなってきますわそれ、うんうん、いやだってガイドラインでも、うん、裁判になったらガイドラインを方言にして、うん、そうですね、かなりいつから持つので、うん、ものすごい、まあ、ないよりはいいと、うん、いやないいやかなりいやこれは効果的だと思いますよ、うん体いてます女性議員枠で体ああだそうですが、女性だったらまずどこかが政党皆さん、即戦力の方おりますので、お飾りの女性を入れる枠があればぜひお飾りじゃなく、都議選衆議院選なんでもありです、はい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 、次行きましょうか、はい、次は、今度は
農業高校でギャップ支援強化というやつですね。はい、石川1ですね。1番、はい、どうぞ。はい、いいですね、毎週成果が出るので大変ありがたいなと思いながらですね、今度はですね、日本農業新聞なんですが、はい、全国のですね、農業高校が、306校あるって結構あるんですよね。うんまあ、これを対象にですね、農水省と文科省が、まあ、グローバルギャップもしくは J ギャップのいずれかの認証取得をするよう支援に乗り出すということで。おー、素晴らしい。はい、早いねー、なんか最近。そうですね。いいですね。はい。で、まあ、4月からですね、教員向けの研修や専門家の派遣などを始めまして、うん、まあ、認証取得に必要な実践的教育を後押しするということと、あとはやはり、問題になってくるコンサルタント料とか、うん、審査費用を軽減するためにですね、農業高校への財政支援を検討するということで、これはもう、早く検討じゃなくて、予算取って決めてほしいなと思うところですね。うん、やっぱり農水省の農業環境対策課のとしてはですね、輸出拡大に対応できるような後継者育成につなげていきたいんだという意図があるそうで、うん、まあ、これ本当に次世代育成にもつながる意義深い施策ですから、うん、まあ、迅速にですね、対応していっていただきたいなと思いますね、うん、はい、まあ、ですから引き続き国主導でですね、全国規模でのギャップ認証取得支援を急ぐべきだということはまた今週も声を大にして申し上げたいなと思います。はい、はい、これもやっぱ米付け作戦の一環かもしれませんね。そうですね。ああ、なるほど。はい。これ、岩井さん、これ、かきくけこって意味わかります？生活保守のかきくけこ。いや、わからないですね。そうそうそう。あ、じゃあ説明しよう。調味料の差し瀬層みたいなのです。はい、どうぞ。はい、生活保守って、中間層の生活を、まあ、メンテナンスしていくという意味の保守と、あと、ゆっくりと買い、核というか、そうですね、ドラスティックなものではなくって、うん、体制内で、まあ、改善を積み重ねていくというですね、そういう意味での、まあ、保守っていう2つの意味をかけて生活保守ということをですね、提案しているんですけれども、まあ、重点政策の分野としてかきくけこというのをですね挙げています。で、かが環境、きが教育、これは当然保育も含みます。それからくが暮らし、衣食住ですね。からけが健康、こが雇用、まあ、この5つの分野をですね、生活保守の重点政策として提案をしているというところでですね、毎週お題のがですね、どこに当てはまるのかということを、聞くけっていうのはだからその1ページのやつは教育と暮らしと健康に関係している、こうみたいですね、うん、なるほど、なるほど。これ農業高校なんか本当に生産物をね、直売したりなんかもしているので、うん、本当に素晴らしいことだなと思いますね。で、はい、どうぞ、はい、次、これは2ですか。はい、2です、はい、また食品安全ネタでですね、続きですけれども、はい、ちょっとおさらいになりますけど、なんでこのギャップの話がずっと出て、この1月以来ですね、出ているのかというと、うん、結局オリンピックの選手村なんかで食材を提供するのに、うん、オリンピック委員会のですね、組織委員会の基準を満たさなきゃいけないということで、うん、その基準というのがグローバルギャップというですね、認証を取得している食材でないと提供できないということがありまして、うん、まあ、これロンドンオリンピック以降そういうことになったんですけれども、うん、実はこのですね、ギャップを認証取得をしている、生産者が日本で非常に少ないんですね、うん、ですからこのままでは国産食材をですね、東京オリンピック・パラリンピックで提供できないんだというような事態になっていまして、うん、まあ、これで急がなければいけないよという話がですね、まあ、今年の年明けぐらいからですね、マスコミでもポツポツと出てくるようになりましたということで、政府なんかもですね、いろいろとまあ、ギャップ取得計画を作成するとか、活動費を支援するということで、まあ、農水省の2017年度当初予算なんかでもですね、5600万円が決まったとかですね、いうことがありまして、まあ、やっぱり安倍内閣ずっと攻めの農業なんていうことを言ってますので、まあ、食品安全ということを売りにして、消費者に周知を図っていくということや、まあ、輸出をしていくということが、まあ、必要になってくるだろうということですね。ということで、各県もですね、ギャップ認証取得支援を進めていまして、例えば岐阜とか群馬、長野なんかでも支援予算が決定をしているということですね。それから福島県が非常にモデルケースになると思うんですけれども、うん、国と県がですね、グローバルギャップや J ギャップ認証取得経費を全額補助するということを決めました。
から人材育成支援とか、認証取得した後の生産者の取り組みもネットで紹介をするなんていうことがですね、決まりまして、まあ、これもモデルにですね、他の都道府県にも拡大していくべきなんだろうなと思いますね。から、今週もですね、面白いのがですね、プレジデントなんですけども、プレジデントがですね、農業における働き方改革、革命への挑戦という記事を出していまして、これ生産者のインタビューなんですけれども、結局、人材を定着させるにはですね、働き方革命をしていかなければいけない。結局、農業だけで食べていける家族を養える収入を保障するためには、何をしなければいけないかということで、やっぱり、ギャップを含むですね、認証を取得していくと。それは特に輸出につながっているんだということで、これ取り上げられていたケースがですね、まあ、認証取得をしたことで特に白滝が今イタリアなんかでも非常にダイエット食材としてパスタの代替品みたいな感じで売れているので、まあ、そこにつながっているんだというですね、話が紹介されていました。来週かね、はい、3月の、6日から10日ですね、山本さんも行きますけど、幕張メッセあフーデックス、フーデックスジャパンという大きな食品博がありますね。私、ちょっと去年は行けなかったんですけど、どうも非常に食品安全のブースが増えてる。そうですね、やっぱり時代の流れですね。そうですね、去年まではこの土管が8つだったのが12になるんです、ね、おやっぱりものすごくやっぱりですね、食品安全に関する意識が、そうですね、でついに番号がつきました。はい、ですね、はい、ノン GMO 飼料の使用認定マークの商標査定が1月に降りていたんですが、登録番号がですね、2月10日付で、つきまして、この番号になっております。592049ですね。はい、はい、もうこれでちょっとお願いします。はい、はい、これです、これですね。なるほど。これはね、これ2かな。これですね、これ岩井さん分かります？このマークの見方。いや、これはですね、餌も遺伝子組み換えではない畜産物についてる。つけることもできるマークで。これが牛で、これが豚で、これが鶏、はい、で、これがトウモロコシですね。うんうん、やっぱり一番ね、遺伝子組み換えが入ってきてるのはね、やっぱり餌用のトウモロコシなんです、うんうん、で、これを、まあ、特に餌も遺伝子組み換えではないと。うん、で、実は石川さん、この間週末ね、はい、京都の方行ってきたらね、はい、で驚きましたね。オーストラリア産のね、ステーキ、はい、定価1150円、ほでさっき売り切れて、米国産が2枚入りで950円に赤札貼られてるという状態 でスーパーのおばさんに何とかしろって言ったら田口さん、もう土曜日に来てくださいと、土曜日の午前中に来ないとありませんということで、うちの同じマンションの人もオーストラリア産買うためには早く行けっていうふうにおばちゃんたちが言うようになりまして、昨日のね、読売新聞見てたんだけども、うんうん、そっちに韓牛、韓国の牛肉、うん、あれはね、米国産の牛肉の倍の今値段するんですって、倍なんですって、うん、倍だけどね、うん、結構売れてるらしいんですよね、韓国で、うん、やっぱり韓国でもやっぱりその安全性志向って言いますかね、うんうん、韓国でですか、韓国で売れてる、韓国で売れてる、韓国も、あ、だからそれが餌、うん、餌がノンジーエム、あ、これね、どうするか、米韓 FTA であんな受け入れ約束してね、ちなみに上海とかでもそうですけど、うん、オーストラリア産牛が、うん、まあ米国産の3倍とか2倍、2.5 倍と値段つくんですね。やっぱもう世界中で引っ張りだことですね。これやっぱりですね、岩井さんはあんま初めてかもしれませんけど、餌が遺伝子組み換えではないというのはすごく重要ですね。まあ茨城県なんかも結構これやり下がってますね、茨城とか山梨とかでも結構ね、関東の東日本の方が結構これ進んでるんですね、うん、だから東京の消費者の意識が高いんで、でね、これは申し訳ないけどね、九州とか遅れてるんですわ、これはやっぱり餌のトウモロコシがほとんど GM だというね、うん、渋志港のところに陸揚げされてくるやつが、うん、やっぱりかなりM さんとの多いと、ああ、もうさ、まあですからやっぱり実効性あるギャップ、ハサップ認証取得費用補助等の対応ですね、うん、これは急がないと本当に東京オリンピック間に合わないことになりますからね。石川さん、1150円と950円でも、うん、オーストラリア産買うのね、うん、
いやだってあ後々ね病気になったりなんかしたらそのもう医療費プライスレスですからね。成長ホルモンの2割やろ、1150円と950円ですよ、うん、結構でかいですよね、うん、直ちに健康に影響はないですよ、ね、ないけどもうみんなやっぱ嫌なんですよ。結局もうちの長男とか聞いてても、うん、やっぱそうなんですよね。結構知ってますね、まあ、子供たちも いや遺伝子組み換えの餌怖いと、そんな時代になってきてます、ね、でもアメリカなんかの場合は、うん、遺伝子組み換えがあってもね、うん、そういったものがあってもそれで、健康を害するっていう科学的なですね裏付けはないから大丈夫だと、うん、そうなんですよ。いやいや、それ見つかってないから大丈夫だっていうのは安全だってことにならない、そういうことですね。いやでも、ね、アメリカではそういうことですね。でもね2018年の8月1日から、うん、全州で表示義務ですよアメリカでもね、うん、そうなると消費者が選べるようになるから、で、すでにただね3つの州で、うん、去年の7月1日から表示になったんですよ、うん、バーモント州とか、うん、コネティカットとか、うん、メイン州ですね、うん、そしたらねもう他のね大きなとこもねもうそれしょうがないからって表示するようになったんですよ、うんうんうん、だからオバマが必死になって抵抗したんですけどやっぱりねあのただ遺伝の法則からすると、うん、別に遺伝子組み換え品を食べたからって、うん、自分の遺伝子がおかしくなるってことはありえない。でもね遺伝子組み換えて遺伝子編集じゃなくて、うん、実際にやってるウイルス打ち込んだりしてるんで、うんうんうん、いわゆるそのなんていうのキメラ体を作ってるんですよね、はいはいはい、自然界にありえない。そう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 、だからそれで何か起こるという話っていうのは全く予想がつかない、ね、か何か起こるって言ったら、うん、例えば遺伝子組み換え農薬に強い遺伝子作品も作りました、で農薬いっぱいぶっかけてます、うん、それ食べると農薬が口に入りますっていうのそれが嫌だっていうのはあるし、うん、まあ EU なんかはそういうこと言ってるんですけど、うん、そうじゃなくて遺伝子組み換え品を食べたからって、うん、それ自分の遺伝子がいくらそれはキメラだろうかなんだろうが、うん、それは別に、うん、遺伝子が変わるかどうかわかりませんけども、うん、少なくとも、うん、その遺伝子組み換え食品でね、うん、この食品を食べると、うん、男性が不妊になるというようなそういったあの食物はあるんですよ、うん、それも実際にできてるので、そう考えると、ね、フランスのカーン大学のね巨大ながんの兵とかね、うん、ありますからね、まあ、ただそれだから遺伝子組み換えだからっていうよりもなんかそれがそういった毒性が入ってるからっていう、でも中国の華中農業大学の実験結果は白血病を3倍になったという素晴らしい人体実験、うん、それはだからコンビニ弁当を毎日食ってるとおかしくなるっていう、まあそれはあります、それはダメですよ。だからそれは添加物とかと同じような意味で避けたいって人はそういった意味で避けたい場合はあるんですけど、だからね表示はしていい、はい、それはそう、表示したらいい、表示者の権利、消費者の選択権という点で、いや今までこれ表示させなかったんだからね、うんうん、それともう一つあの M さんが怖いのはその自殺する種子って言って、うん、自家採取させないようにしてる、はいはいはい、欲張りだから、はいはい、だから自分で芽が出ようとしたら毒に食ってプチュッと死ぬようになってたとかね、うん、それは毒を入れてるってのはどうなんですか、でもそれは種なし品種昔のと変わらないんじゃないですか、うん、まあそれはね、うんまあそうなんですけどねまああの観賞用の花とかやったらあんま言いませんけどね、うんね、もう一つピンときませんね。そう、食品をそうやってあのアメリカの大手食なんだっけ、うん、穀物、うん、アグリビジネス、そうそうそう、うん、ずっと買い続けるで種子を今度モンさんとかのバイエルンですか、あもう買収されました、うん、買収されましたね、うん、でバイエルンはそういった遺伝子組み換えはねほとんど作ってない、うん、いやだからあとは在庫一掃セールを日本の隣の渓谷に売るのと、うんうん、そこにしか売れない農家がいっぱいあるわけだ、うんうん、だからモンさんともね将来的にはもっとね、まあ、商売がしないといけないですね、商売がしていくようになったみたいな、ただね、うん、多分ね遺伝子組み換えトウモロコシでもね工業用のりにするとか、うん、燃料にする分にはそんなに悪くないわけですよ、うんうん、まあそうです、ね、あじゃあやっぱ田口さんもあくまで食べ物としての安全性の立場からで、うん、その遺伝子組み換えがなんか天地自然の理に反するから許さん派ではないんだ、そこまで言わんね、それはとか違う宗教団体いやでも結構アメリカとかでいかん言ってる人は結構いやそっち多いですよ、ただね、まあ、でもそもそもブラジルなんか遺伝子組み換えトウモロコシってバイオエタノールようにっていう話だったはずなんですけどね、いやまあいつの間にかね使用になってやっぱり南米その辺ズボラでね、うん、じゃあ次行きましょうか、はい、コシヒカリとかは許せるんですか、だから品種改良と遺伝子組み換え違うから、はい、だからそれはメンデル遺伝の法則に乗っとるならそうそう、それは構わない、そうそうそう、であとねこれがいかんかの微小なね
まあ、遺伝子編集はいいと思うんだけど、うん、ウイルスを打ち込むのはいかんでしょっていう。じゃあ次次、はい、はい。これまた今週もちょっとこれから来週にかけて大きな話になってきそうな。あ、そう、今日あれですよ。あの、うん、これ大変なことですよ、これ。これで、刻みのり？あの、食中毒の原因は刻みのりか。ノロウイルス検出ということで、東京の立川とですね、和歌山県御坊市の、あの、給食のですね、うん、食中毒、集団食中毒事件なんですが。うん、びっくりですね、まさかの。はい、あの立川市の方がですね、うん、集団食中毒事件で東京都がですね、うん、親子丼に使われた刻みのりからノロウイルスを検出してですね原因食材と考えられるというですね、うん、発表したということなんですけども、まさかのね、でこれですねあの実はあの和歌山の御坊市のですね、うん、あのやはり給食の集団食中毒でも、うん、この同じですね、うん、同時期に納品された刻みのりが使われていまして、はい、で小平市の集団食中毒これも給食だったんですが、うん、でもですね、同じ海苔を使用したメニューがありまして、うん、まあどうも関係が疑われるということですね。これどこさんですかこれ。これがまた大変な話で、で現在回収 し,、うん、してるんですが、産地どこですか。いやあのこれは大変な問題です。大阪の海苔業者。3件で合計2000人を超えるですね被害者が出ている。うわいうことで海苔が問題じゃなくて海苔を刻むときにいやという話になって今のところなってるんですが、うん、そうではないんじゃないかという話が出てきました。やっぱり海苔そのものが、はい、でちょっとちっちゃいんですけれど、うんはい、左下のまず図をご覧ください、はいはい、これはですね給食のサイトで食材どの食材を使ってるかって PDF になってまして、うんあのそこからあの画像データ持ってきました。韓国産海苔ってなってますよ。ですねあの国産海苔という表示がついてはいます一応のところ、うんうん、で大阪のあの業者さんが作っているということで、うんはいはい、国産という表示が大阪市宮古島ついていますね、うんうんうんはい、これちょっと待って加工食品に対して、うん、材料の原産地表示って今年10月からでしたっけ、はい、その話はちょっと次のスライドで、はいはいはい、ちょっとさっき言ってしまい、はいはいはい、で一応ですね、はい、あの給食の商品説明書を見てみますと原材料名が国産となっているわけですが、はい、実はあのこれ業者向けのですね海苔なんですけれども、うんこの取り扱っているですね、サイトを見ていきますと恐ろしいことが分かっています、はいはい、この刻み真ん中のところご覧ください、はい、これですね原材料国産海苔と書いてありますが生産地を見てください、うん、その他の国となっています。あらあら日本じゃないですか。日本じゃないんです。あらそれはちょっとはい、つまりどういうことかと言いますと海苔というのはですね、うん、現在海苔の養殖漁業保護のために輸入が自由化されていません、うんはいはいはい、でどういう手続きを取るかというと、うんまあ、毎年ですね、うん、経産省が輸入総量をですね、うん、とあの決めまして、うんまあ、商社とか生産団体に割り当てをしていくという、うんうんで近年海苔のですね需要が非常にコンビニおにぎりとかそれこそ恵方巻きとかですね、うんあの回転寿司とか高まっていましてでも安くないとですねあのいけないということでじゃあどうなっているかというと原料を輸入して日本の工場での加工とか商品製造が非常に増加しています、うん、で、日本国内で加工したり商品製造すると現在は国産という表示になります。そうなんですか、うんはい、そうそうそう結構スーパーだから韓国製のいいって言ってませんか、うん、それはいやそれは私丸ごとパッケージまでしたから輸入してるそうそうそうそれは韓国で全部作ったやつね、うんはい、それは韓国産のりはまた違う、うん、いやあの今の表示ルールはそうなんですけど、うん、もうすぐ変わるという話、うん、しかしそれも問題があるというのは次のスローでありますが、うん、じゃあこの割り当てですけれどもどのあの輸入量はですねあの1位ダントツに韓国なんですよ、うん、で2位が中国なんです。これさキムチの検査免除終わったよね。終わってますね、はい、で次のスライド韓国が大好きなね、はい、野田総理の時にそういうことになる、はい、次の、スライドお願いします、はいはい、でこの韓国の海苔がですねなぜ問題かと言いますと、はい、韓国はですねあの下水道がそんなに完備されていませんので、うん下水汚泥を海洋投棄しています、うん、えで下水汚泥って言うと何のこっちゃと思いますがちょっとお食事中の方いらっしゃったら申し訳ないんですけれども、うん、要は人糞なんですよ。それは栄養になるんじゃない。いや栄養じゃなくて大腸菌の方ですね。で人糞を海洋投棄して、ね、下水処理せずに海洋投棄してるの。そうですそうですそうです。韓国が、はい、
これ養殖場ってあの院長の沖合とかあったとこなんですかね。でしかも養殖場もでなおかつ下水もそのまま垂れ流されているので養殖場にはお水も当然流入してきますので、これはすごいね、はい、ノロウイルスと大腸菌汚染が非常にひどいというのはあの日本ではあまり報道されていませんけど海外ではもう相当報道されています、うん、これやっぱあれですよね、うん、韓国と台湾とトルコに都合の悪いことは報道しない、はい、なるほど、あこれはちょっと知らなかったですね、すでにですね、うん、2012年にはですね、はい、韓国産貝類の販売禁止勧告というのをあのアメリカ食品医薬品局 FDA が行っていましてでこれあのアメリカなので、うん、そんなに海苔を食べるっていうニーズがないので、うん、これ貝に特化してるんですけれども、うん、内容を読んでいきますと、うん、結局ですね人糞が検出されていると、つまりノロウイルスに汚染されている、大腸菌にも汚染されているということで、アメリカ国内では韓国産の海産物を販売禁止をするようにという勧告を出しています。あ、これ2012年の話なんですね、もう5年も前なんですね、はい、そして2013年になりますと、今度はですね、うん、あの韓国のですね、食品医薬品安全庁の調査で、うん、かなりのですね、あの高い割合で、そこらで売っているですね、食品とか外食産業で提供している、うん、食品から大腸菌が検出されているということで、うん、あの在韓日本大使館が注意を呼びかけています。ありましたね、そんなことね、はい、でじゃあ中国ではどうかというと、中国でもですね、韓国から輸入した海苔から基準をかなり超えている大腸菌が検出されているということで大問題になっています。なるほど、はい、でこのような韓国の特に海産物海苔なんかに対して何を日本ではどういう対応を取っていたかというと、ちょっとちっちゃいんですが、まず2011年韓国産キムチの検疫を3年間免除しました。まあ、これ現在は検疫復活してますけれども、から韓国産ヒラメの検疫免除、これも2011年です。これ現在も続いているはずですね。それからフロニカミドという、これ農薬、まあ、殺虫作用になる農薬なんですが、この残留基準値を緩和していて5倍緩和したんですが、これなぜこんなことが起こったかというと、このフロニカミドという農薬なんですが、韓国産の唐辛子とかパプリカに対応されていて、で日本に輸入した時にですね、残留基準を超えているということで、通関に時間がかかったり検査に時間がかかったりということで、非常に輸出に差し障るということで韓国がですね強く要望を出してきた、うん、はいはいはい、その結果2011年12年言うたら、はい、あいつの時や、そうです、民主党政権、特に野田内閣の韓国優遇によって食品安全が後退をしていると。これはいかん、なおかつ野田内閣では内閣府特命担当大臣、消費者および食品安全担当というですね、うん、ものを設置していたにもかかわらず、うん、韓国の意向に沿って日本人の健康を害しかねないような規制緩和というか撤廃をガンガンやっていく。ほんまに野田どうしようもないねほんまにお前売国だよな。で、これ以降ですね、うん、結構日本でも韓国産のヒラメに関するですね、うん、食中毒が増加していたりとか、あとは新種のですね、寄生虫がやっぱり発見されてまして、それがですね、韓国の養殖場に調査に行かないと突き止められないんだけども、やはりそれがなかなかできないということで、結構現場の方は困っています。で、最近でもですね、回転寿司で、食中毒が非常に増えていて、やっぱりどうもこのヒラメ、韓国産のヒラメとか、巻物の海苔が危ないんじゃないかということが言われている。あ、ちょっと待った、スシローの話やけど、スシローもね、JA がね、出資するから、ね、直すらしいわ、韓国産米使うのやめる、やっぱり国産米、やっぱり、いやもうネット怖いからね、だってもうすぐその広まるからね。そうなんですよ、ね、でもあれさ、トンスルの話は本当なんですか？何？ああ、トンスルね。昔韓国で、その排泄物をお酒にしてたっていうのはどうなんですか？どうなんだろうね。いや、今はさすがにそんなこと出ないでしょ。と思うんですけど。うん、でもこのこれ本当に野田ってさ、一体国民の健康をどう考えてるのかね、野田ってやつはほんまに。だって野田政権の時にね、森友学園になんか。あれ笑いましたね、そうそう、本当にブーメランだって、でも海苔といえばね、はい、日本産の海苔もね、
オーストラリアで禁止されてるんですよね。どうしてかっていうと、ヒ素が含まれてる。うん、だから、海苔とか、ひじきとかですよね、うん。だから、向こうの基準がちょっと日本と違うってことなんですね。つまり日本で、海苔とかひじきなんかは、特に水で戻してから使うので、水で戻した段階で、その有害なヒ素は水の方に出ちゃうので、実際食べる分にはそこまで問題じゃないし、まあ、そんな大量に食べるもんじゃないですけど。そうそうそう、石川さん、それとさ、オーストラリアって実は、大海産国ですから、特にあの南極との間のね、あの日本の高知県に当たるところですな、その南オーストラリア州とかビクトリア州とかは、もうその農の海苔の養殖がものすごい盛んなんですよ。だから日本がライバルなんです。では日本にいずれ輸出もしてます。してる、はい、ですから結局です、この海苔なんですが、実は日韓協議というのは何回も行われていまして、2015年にはですね、あの海苔輸入割当に関する日韓協議で、2025年までにですね、27億枚まであの割当を、誰がこんなん決めたん、ということなんですね。で実はこの海苔の輸入割当制度なんですけれども、そもそもですね、韓国がですね、農業協定及び GATT に反すると主張しまして、WTO にですね、紛争解決手続きに基づいて協議要請を行ったと。でそこから二国間協議が始まって、まあ散々ごねられてですね、結局じゃあ割当てを増やすということで、こういうことになっているということですね。なんかありましたね、キムチ工場で唾入れてる写真が、あったやあれ本物かどうか知らん。いや、この辺はまだ分かんないですけど、でもで以降やっぱり民主党政権下で割り当て量がどんどん増えていっている。いやでも本当これさ、ね、民主党政権ってさ、本当に韓国の政権やったんやろ、よくわかりますね。だから韓国優遇策でちょっとこういうのを甘くするみたいな、もう極端ですね。ただ日本だってね、食品添加物というのはこれ世界中で一番多いぐらい、だって日本国産農作物はそもそも農薬の使用率世界ナンバーワンですね、それはまだ基準が甘いからね、種類多いんですよ。ただ残留量はね、やっぱりそれは制限しとるわけで、でもね、その他の国では認められてないようなね、そういった添加物だとかいうのはどんどん日本に入ってくる。うちね、この間あったんですけど、その京都のベジベジクラブっていうね、ちょっと審査欲系のその盛況があるんですよ。そこでね、買ったんですね、そしたら本当にね、農薬使ってなかった。どういうことになるかというと、サニーレタスにナメクジがいたりする。いいんじゃないですか、別に。いや、ナメクジがいるっていうのは、あんな皮膚の弱いものが生きてられるってことは、本当に使ってないんですよ、ね。だけど。虫がいるって別にいいんじゃないですか。それは、普通の家でそうだけど、うちの奥さんはそれは大変なことになるんだから。でも、ナメクジだからスーパーで買えばいい。そう。私、叩き起こされて、ギャーナメクジだね。ナメクジ出ただって昔はキャベツ普通に青虫いたけどね。そう。やっぱりそのね、中国なんかいまだにその野菜買ってきたらね、野菜用のその洗剤で洗ってから食べると。いやいやいや、それね、ちょっといいスーパーなんかそうでもないですよ。はい、で全国公食品のですね、原産地表示を義務化されるということで、それ自体は素晴らしいんですが、実は穴があるという記事がですね、産経新聞に出てました。まあ、なぜ韓国に習うのかということは、これはまあいいんですけれども、市場規模が違うから韓国のようにですね、全国加工食品の産地表示をするのは無理だと、産経は言ってるんですが、まあ、それは難癖なので置いておくとしてもですね、実は中間加工品を原料にした場合にですね、製造地の表示で OK なんだということになっています。現在のところ安倍さん、これ大変よ、これいらないという、安倍さんこれあかんよ、これやっぱこれは消費者とか原産地、これはちょっと問題にしましょう。そうなんですよ。あ、これ今度食品セミナーで問題にしましょう、ね、いけませんね、これ。安倍さんすぐ直しましょう、これ。やっぱ原産地がちゃんと分かってないと今回のいけませんね、これ。だから国内の事業者が海外へ拠点を移してそこで加工した場合には、海外で加工した輸入品っていう扱いになるので、原材料名の産地表示がいらなくなるということなんです。
ですね。ちょっと図が細かいですな、うん、それってさ、うん、記入欄を一つ欄足したらしまいのような気がするんで、それで消費者がちゃんと分かって選べるようにするね。で、国内で加工した食品でも原料が中間加工品を使っている場合は、うん、まあ、どこそこ製造という製造地表示で OK ということに現在の案になっていまして、うん、はい、原産地表示の義務がなくなってきます。安倍さん聞きました、これ骨抜きになってますよこれ。そうなんですよ、これ問題にしましょうこれ、うん、ですから これまで国産農産物をあの原材料に使っていた加工工場が、うん、もしこれで海外に進出するなんてことになると、うん、これ国産農産物の進行どころか衰退につながりかねないという問題点があるんですね。もういけませんねこれ、うん、わからんよ、この番組で言ったらさ、うん、すぐ治るかもしれない。でもこれは普通に表示すればいいだけですね、消費者のためにね。うん、そうですね。それからもっとひどいのがですね、新たにあの表示が義務化される食品では、うん、過去に国産を使った実績があれば、うん、現在の商品に国産が使われていなくても国産と表示できるというですね。なんでそれ、それはちょっとおかしいよね。おかしいね。うん。なんでそんな。変な既得権益ですね。真面目に取り組んでいる生産者ほど割を食うということが言われていまして、あ、これいけませんね。これちょっと問題にしましょう。うん、はい、じゃあ明日すぐロビー活動します。はい、はい、ね、これ大問題。はい、ですがこの取りまとめ案をめぐってはですね、全国消費者団体連絡会が、うん、あの反対の意見書を発表したりとかですね。はい、それから食品産業センター、これ加工食品の製造事業者が集まっているあのところとですね、うんうんうん、全国食品産業協議会がやはりこの制度に反対する要望書を農水大臣宛に提出していたりとか、はい、あの総合スーパーなどの業界団体とか日本チェーンストア協会も消費者の混乱を招くとして、うんうん、慎重な検討を求める意見書を公表しています、うんうん、まあ、ですから誰も得しないというか、みんなが反対していることをなぜ急いでですね、うん、行おうとするのか、これはいかんわ。これ安倍さんね、ダメですよ、これ命取りになりますよこれ、うん、ですからこの消費者庁の中間取りまとめ案がもうわけのわからないことして、あ、これいけませんね。これは本当にでもうとにかく提言としては韓国優遇は特に食品に関しては廃止、うん、そうですね、適正表示を、はい、徹底するよう法改正としていくということになりますね、うん、やっぱりそれでやっぱりこんなことでね、全員加工食品の表示しましたと言っても余計不信感を招いてですね、うん、いけませんね、よくないこれ、まあ、今回の、ね、刻みとのりの食中毒で皆さんああいう思いするわけだからね、わからないとね、え、子供たちがもう大変な目に遭う、ね、いや恐ろしいことですね、うん、韓国ってね、今その、うん、日本の農産物とかね、うん、その海鮮類を、うん、放射能の問題で、そうそう、禁止してる、あっちは非科学的だっていうんで、ね、あれとの、そのバーターでね、うん、韓国製を優遇しようみたいな感じのですね、うん、取引やってるのかもしれませんね、まあそう、まあ、時期的に2011だからそういうも若干あるのかもしれないけど、うんうん、韓国のエルか日本のも買ってくれよっていうのはね、次は登録待機児童、はい、ちょっと世田谷柄のデータがまだありましたので、はい、持っておきました、はい、調理室筆致問題というのがやっぱりありましてですね、今週の世田谷も19回目です、はい、はい、ですね、ブルームバーグに面白い記事がありました。登録待機児童ゼロ、はい、働く女性増加で、ということで、企業も保育所整備に動くということなんですが、うん、まあ、世田谷区の保育園の、この4月のですね、入園申し込みがなんと6680人で過去最高ということで、作っても作っても待機児童は減らないということになってるんですね。石川さん、それでね、はい、なんと予想外なんだけど、はい、この問題、例の生アリの問題でね、なんとですね、世田谷区、世田谷に地元のある自民党議員から質問が出た。なるほど。元都議の真鍋さん。はい、わかります、はい、ちょっと領地違うのに、うん、結構どよめいてみせたよ。びっくり。あ、そうなの、なんでこの人質問するのって話。まあ誰もやらないからってことだね。まあでもしかも彼はそんなに保育とか言ってなかった感じですよね。だからなんでそういうことになったんかって深い意味があるんですよ。それは。いや、ほんで結局ね、うん、その、鉛の被害に遭った保育園の母体に私取材したんですけど、はい、結局、同じ場所で作った方が安いって言うんですよ。そこで。土を入れ替えた方が。そうなんですか。なぜか言うと、うん、別のとこ移すとまた埋設物調査とか、うん、設計し直しとかうんたらかんたらなるんで、うわ、一応ないです、
それ以外はそこの場所はもう OK 出てたってことなんですか、うん、まあその別のとこも考えたんだけどって話で、うん、宇手名前は考えてなかったけど、うん、あの別の駐車場のとこも考えたんですけど、うん、という話で現在地でとりあえずやると、で来年の4月は開園できるんですかって聞いたらそれははっきり分からない、うんうん、分かんないでしょうね、まあ、1年、うん、だって客堂しなきゃいけないことでしょ全部、あの客堂やる、客堂じゃなくて上に盛るそうです、それは盛り土、盛り土はちょっと、じゃあその土の下あるってことでしょ、うん、これはねやっぱり保護者心配ですよ、うん、いやまあそうなんですけど、だって大阪豊中のあの小学校だって、うん、もう皆さん心配してますよ、ヒ素とかね、あんな言われたらかなわないです、うん、で、で、はい、はい、はい、でですね、うん、結局保育行政ってこの番組でももうたびたび取り上げてますけれども、はい、戦後のその戦争孤児なんかに対する児童福祉っていうのが原点なので、うん、やっぱりあのちょっと社会状況がずれている点があるし、うん、まあ、柔軟に運用しにくい制度であるということも確かにあるということなんですね、うんうん、でそこでですね、一つ、非常に面白いのがですね、うん、2016年に導入をされました、うん、企業主導型保育事業というものがありまして、うん、これは従業員向けの保育施設を整備する、企業に対してですね補助をするという、うん、あの制度なんですけれども、うん、これをですね利用してあの企業保育所というのを作っている企業がかなり増えてきまして、うん、ちょっと待って、石川さんこれやろうと思ったらさ、はい、自動車通勤が原則なの、いやだってこれ満員電車の中に子供乗せられへんよ、まあそうですね、うん、だからこれは自動車通勤の解禁とセットやね、これそうですね、あるいはもう食住接近型をするかどっちかとか、まあ時差通勤とかですね、うん、空いてる時間帯じゃないですね、はい、まあ、ただし例えば楽天みたいにですね、うん、世田谷区内にガーンとあってね、社員が沿線に住んでる社員が増えてきたなんてことになってくると、うん、宮前ら、まあ、ですからこ の利用した企業の取り組み自体が、まあ、自治体の側面支援になるということはあるわけですね、うん、まあ、ですからこれがメインストリームにならないにしてもですね、うん、やるに越したことはないということですね、うん、でこれに対して世田谷区の側もですね、うん、期待を寄せているということがありまして、はあ、世田谷区保育認定調整課長の方のコメントが載ってました。ほうほう、東京への一極集中や共働き世帯が増えているという傾向は変わらない、うん、待機児童解消に関しては区の計画としてはもう少し時間がかかると言っているわけですよ、うん、3歳児から5歳児は全部で2人しか待機しない、そうですね、あ、そうなんです。ただ0から2までが足りない。で何がネックになってくるかというと、うん、実は特にこの企業主導型の保育事業なんかでもネックになってくるのが、うん、結局ですね調理室を筆致しなければいけないという問題がありまして、これあの児童福祉施設の設備および運営に関する基準という1948年にできたあのものがあります、うん、はい、でこれ当然中食外食なんてあの皆無だった時代の、うん、基準なので、まあ、調理室筆致しないとまずいというところから出てくるんですね、うんうん、はい、でこれあの調理室の筆致を緩和するとですねまだ参入しやすい、うん、あの企業主導型の保育事業だけではなくって小規模保育なんかもですね参入しやすいということになってきまして、まあ、小規模保育ということで言えば特に0歳から2歳までのニーズというものに合致をしていくということなんですね、うんうん、でその調理室の筆致を緩和するにはあのじゃあどうすればいいかというと、うん、この児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の、うん、第32条の2の2項というところを新設するということですね。これはもともとちょっと読んでみてください、うん、次の覚悟、はい、次の覚悟に掲げる要件を満たす保育所は第11条第1項の規定にかかわらず当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において当該保育所は当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱保存等の調理機能を有する設備を備えるものとすると。ですから3歳以上はこれでいいんですけど、0歳から2歳は筆致という条件が入っちゃうわけですね。なので0歳から2歳の筆致を緩和するということを考えて2個追加してみるとですね、例えば乳児及び満3歳に満たない幼児に対する食事の提供については当面の間全校の規定を順用すると、う
ということで、これはあの外から持ち込みができることになる。で、あのいろいろ見ていくとですね、実はあの今各自治体補助金なんかを出してあの高齢者向けの食事宅配サービスなんかをかなりやっていまして、でこれ私も結構試食をしたことがあるんですが、あの薄味ですしバランスは考えられているし、バリエーションも飽きが来ないような形でできていますし、結構クオリティが高いんですよ。ですから例えばこれをですね、使って、0歳から2歳児向けに使っていくとか、で配達に関しては例えばシルバー人材派遣とかと組み合わせるなんてことになってくると、これはあの区内の、雇用創出にもつながっていくと。これとっくでやるべきですね。これどうですか林田さん、これ。まあいいんじゃないですか、ね、これね、思ったんですけど、飛行機のエコノミークラスのあのまずいご飯のね、あの形がいけるんちゃうかな、ワゴンごと温めて、上のやつがご飯用で、それ以外がその野菜用のやつがあるんですけど、なんかあの技術が使えるような気がする。だから2歳以下のですね、あの食事時間ってかなり保育園でも早いので、これ多分あのその高齢者向けの配達のピークとはまずれると思うんですよね。もうなるほど、そうすればあの一石二鳥で。そうですね、これもう一つ言うとね、結構これ大学なんかもそうだけど、配達弁当っていうのは結構ね、嬉しいらしいよ、年取ってくると。若い人が聞いて、おじいちゃん、おばあちゃん元気ですかとか言ってくるのがね。あのだから配達してる方に聞くと、そのただ運ぶだけじゃなくって、安否確認を兼ねているっていう、すごい重要な仕事なんですよっていうことをおっしゃってますね。昔は私ね、まあ兄弟の盛況とあることで揉めて来た時にね、テーマ別討論会っていうのをね彼らやりだしたの、その時にね、まあいろいろあるじゃないですか、店舗の食事がまずいとかいろんなことがあったんだけど、その中に配達弁当って言われたのね。でなんでこれ入れるんって聞いたら、結局年寄りの義官とかになってきたら、お弁当を運んでもらうということに生きがいを感じてるようなとか、コミュニティになってると。で、まあ、今日はでしょ、おじいちゃんおばあちゃんが子供向けに持ってきたりすると、すごく知るシルバー人材の活用にもなるし、ボケ防止もなるし、その、まあ、だからシルバー人材じゃなくてもね、普通にあの配達補助員みたいな形でね、あの雇用創出にもなります。まあいいですね、これあの例えばあの私のそうですね、地元である共同のですね商店街にもこういうあの食事宅配サービスをやっているところがありまして、あの配達員を募集してるんですよ。時給1100円でした。おこれいいな。これ石川さんね、乳児っていうのはカットしたらどうなの、ああそうでしょうね。いや実は乳児は難しいんじゃないですか、離乳食の問題があるんで、だからもう一つのまあ考え方としてね、あの乳児って0歳のことですかね、幼児って満1歳以上だから、だから満1歳からしか受け付けないっていう法律も結構あるんですよ。そこがやっぱりあの、ね、ハードルが高い。で実は乳児に関しては年号を除いて、育休が伸びれば、実はいらなくなる可能性もあるんですよ。この2をですね、満3歳に満たない幼児に対する税書き換えちゃえばいいんですね。それでもいいかもしれない、なるほど、やりようによってはね。でもこれもね、実は中央の方ではかなり良い案だという話になっていて、これ特区通りそうですよ、そうすればこのチョイス期間はなれば、もっと、まあ要はどこでも設置がしやすい、そうですね。これが第11条1項っていうのがその自前で作らなきゃいけないって言ってるからですね。だからこれもう一つ、これ下のこの正し書きはあれですね、電子レンジがなんか置いときゃいいってことですね。そうですね、と冷蔵庫があれば、まあですから石川提言としても、調理室筆致緩和等で企業と連携して小規模保育、企業内保育をあの進めてですね、待機児童問題解消せよと。いや僕本当にあのエコノミークラスのあのね、でこうなんか何か所かこう小規模保育のところね回ったらいいんですよ、この給食のなんかに機械持ってきてね。またね、あれちょうどいいのはエコノミークラスのやつ、大体10人前ぐらいで一つのワゴンなの、ちょうど小規模保育に向いてるんですよ。で電子レンジでチンして、いやいや違う違う、電子レンジチンじゃなくて、そのワゴンごと温める、ああそうです、飛行機のやつ、飛行機のワゴンごと、あの技術が使えるような気がする、まあ、いやでもまあそこまであれしなくてもできるんじゃないですかね。いやいや、技術的にクリアしてるってことはすでにその既製品があるから、開発引っかからないでしょ、ってことはその飛行機のとこについてるその加熱ワゴンのね、その技術をそのまま使えますよ。なるほど、
しかもそれと同じメニュー、大体量がまたちょうどね、うん、少ないのよまたあれが。そう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 。あれ普通は大食いの人はもう足りないですね。本当にね、お食事をお持ちしましたとか言ってくるんだけど、うん、本当に少ないから。うちは坊やと一緒で 1.5 2倍で食べるんですけどね。でしょ。もう本当にわかります。もうね、ドレッシングで1ケース、野菜で1ケース、お菓子で1ケース。まあですか、調理室必置って結局設備にお金がかかるっていうのもあるんですけれども、うんうん、も調理室の分床面積が減っちゃうので受け入れ人数がまた減るんですよ。そう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 。これがネックですからね。そうなんです。これはね、あ、そうじゃないですか。これあのさ、JAL とかさ、うん、全日空とかこういうの得意でしょ、こういうの。まあ、あのやってるの下請けの会社ですけど、下請けの会社の、そう、関連企業で、ね、そう、まあでもいいんじゃないですかね、こういうのを例えば大田区でやるとか、うん、こんなすぐできそうな感じでしょ、ね、なんかさ、うん、その幼稚園とか保育園の名前でね、うん、なんかそのさ ANA 幼稚園とかそんなふうな名前にしたいさ、ウケるかもよこれできますよね、これやる気になったら、うんうん、これじゃあ特区でじゃあできそうなってことなんですね、うん、だから例えば高齢者向けじゃなくても、うん、例えば本当にあの産後間もないお母さんたちとかね、うん、希望を出せば届けてもらえるなんてしてもいいかもしれない、ね、これしかも石川さん、これね、法律じゃなくてね、うん、厚生労働省令なんですよ。なるほど。お、塩崎さん、塩崎さん、これしたらさ人気出るよ最近ちょっと会議薄いですからね。いや、ちゃうちゃう、電通強制捜査でえらいやってるじゃん高橋まつりさんのやつやってるから塩崎さん、あなたあんま選挙強くないでしょ、これちょっとやりましょうよ、これ。いや、これほんまにやったら英雄になれますよ塩崎さん、これすぐできるよ、これね、こっちでちゃんともう条文まで作ってあげてるんで、ね、簡単でしょ、これ。そうか、厚生労働省令でできてるからですね。厚生労働省令ですよ、これ。審議会一回開いてポンポンってやったらすぐできるでしょ。だからシルバー人材派遣に、例えばそれこそ時給1100円で、お昼と夕方2食ですから。しかもいいことに、その余ったものを食べていいってことにしとけ。うん。だから1日2200円とか高齢者、ね、いや、だから、ね、余ったものを食べていいってことにしておきたいんですよ、薬毒でね。なるほど、うん、だからね、いいじゃないですか、子供が休んだから一つ余りました。しかもよ、幼児用の食事って柔らかいから、うん、腹抜けたじっちゃんばっちゃんにちょうどいいよ、ね、まあまあね、うん、そうなんですよ、ね、で一応薄味でね、薄味でこれ結構ね、高血圧配慮、うん、そうそうそう、かなり合理的ですよこれそうしましょう、うん、余ったものを食べていいと。いや、だから本当に高齢者向けの、ちょっとそもそも高齢者向けの食事なので、うん、柔らかめに作ってあるんですよ、うん、そうそう、いいやんこれ。試食をさせてもらった時に、うん、あのさせていただいた時に、うん、ちょうど子供が小さくて、うん、あ、これいいなって、しかもとろみがついてたりするので、うん、あの誤嚥防止って言ってるんですよ、誤嚥防止ね、あ、いいですねこれすぐやりましょう、うん、ね、はい、これは飛行機会社と提携してやったらね、すぐできますよ。ね、ただこう飛行機をさ、廃止になった機体かなんかの後ろのとこを持ってきてね、うん、それでこう温めるようなことしてもいいんじゃないですか、飛行機の。なるほど。一番後ろのところに大体あるんですね、はいはいはい、この調理ボックスのところは、うん、これやりましょうよこれ、うん、いや、なんかできますよこれ、なんかすぐやってください、うん、山上さん、このこれ、うん、ね、787保育園とかやったらで食事は機内食風で、いや、そう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 、子供たち喜ぶんちゃうからで、ほんでキャビンアテンダントの格好をして持ってくるとかさ、そうそう、マニアの保育士の仕事を増やしちゃダメですよ。まあでもこれね、これ絶対受けると思うな、うん、まあ食事の件はね、これで、うん、まあでもこれは他にも参入できるような感じもしますけどね。そうですね、うん、まあね、なんか商店街の空き飲食店とかをでね、居抜きでとかもできそうですね。できそうですね、これね。で、配達実際やってるところの、うん、で引き受ければそこの事業も拡張できるしね。なんかこう、うん、目に浮かぶじゃないですか、こうなんかこう横がパッと開くようなライト板みたいなんで、こういうところしてきてね、小規模保育のところにその10人前のやつをね、ここは1セットとか2セットとかいう感じで置いとけばいいわけでしょ。そうですね。で、なんか給食のおじいちゃんが来たとか言われるね、で、で3時間ぐらい経ったら今度それをこう回収する車が走ってくるように、まあ、ぴったし行くじゃないですか、そうしたら。なるほど、これはいいアイデアですね、うん、
コンビニの併設で小規模の保育園とかいうのいいかもしれない。うん、あ、いいですね。それはそうですね。配達のね、手間がいい。まあ、特にあの、フランチャイズ店ならできそうな感じですよね。うんうんうん、いや、これね、空き家を保育所にするよりもっと簡単かもしれない。うんうん、そうですね。まあ、だから空き家を保育所にしたって結局調理室問題出てくるわけで、うんうん、でも石川さん思いません、私が言ってましたよ、キヌタ公園に保育園作れとか言ったらね、キヌタ公園じゃなかったけど、うん、あのあそこのその露化講習院でできたわけですから、うん、言うてみるもんです、うん、まさか鉛が出ると思わなかった。それはまた別件ですからね。本当にあの航空写真見たらね、うん、あれですよ、本当にあれですよね、あのガソリンスタンド、ガソリンスタンドですよね。そうですよ、うん、次は、はいはいはい、そろそろ、はい、さてじゃあ私の方行きましょうか、うん、ではこちらの方から、はい、例のまずこちらのちっちゃいところから、うん、日露関係は2プラス協議が3月20日に決まりました、うん、ああはいはいはい、はい、それからね4月に下旬に、うん、北海道根室の中標津空港から、うんうん、エトロフに行って国後飛行機で一回行くそうです。ああこれ一応お試しで、うん、やっぱりね、うん、船がね、うん、やっぱりあの荒れるね、あの海が荒れるんで、5月の終わりから10月の頭ぐらいしか行けないんですよ。そうです。で橋系に飛び乗れとかとんでもないことになってるんで、うん、そうですね。日露の2プラス2って誰と誰なん、何あとこの防衛と防衛大臣と外務大臣、うん、防衛経済協力とかじゃなくて、いやそうそうそう、うん、軍事、うん、な何なんですか防衛、まあいろいろ軍事協議したいこといっぱいあるでしょ。特に某国で変なことも起きてるし、まあまたこれやってことまた合同演習やるんでしょ、また海上自衛隊とロシア海軍の、うん、それからですね、うん、イギリスの EU 離脱宣言が3月中に決まりです。来ましたね。はい、これはあのさっき申し上げたようにイギリスの再獲得要件は単純過半数ですから、うん、これは確実、うん、はい、だって左側ですが、あのおかげさまで、はい、保坂区長になってきました。結局やっぱり思った通りで、うんうん、でそのちょうどこちらの銀橋のオンエアの時に、うんうん、そういう質問が出まして、うん、その玉川総合支所長がもうすぐやりますと、うん、いうことで、うん、その、水辺まちづくりワーキングはやりますと、うん、で区の方でもそういう体制作って、うん、今年度中にやるそうです、うん、まあとりあえず、はい、まあ、予算執行しなくてよかったね。そうですね。今年度中って3月中ですか。会議は一回開きます、うん、だから動き出すってことですね。動き出すで予算もちゃんとそれ で多分、うん、これは私のツイッター仲間の人が作ってくれたんでもう了解もらって、多分ちょっとこう野川をずらして、うん、この小山ドライビングスクールからこの新双子橋東急の線路のとこにこう作るだろう、こういうふうに、うん、仮堤防を作るの。ほうほうほう。そうするとでマムシの駆除は必ずしますと。やっぱりそれはまずいからねと、うん、雑木橋が、はい、でただねこんな意見もあるんです、うん、野川をちょっとずらすんだけど、うん、ここのね、うん、雑木林はまあ綺麗に整地して、うん、こう向かい合ったところがいい感じになるような公園として整備しろと、うん、ね、この領域を全部新兵庫島公園にしろと、うん、こんな広くこの赤い囲い、そうそうそう、あすごいですね。ここをね、うん、料亭を復活させろと、あなるほどね、マンション全部買い上げろと、うん、なんか林田さんが喜びそうな話でしょ。ちょっと東京オリンピックにもあんまに合わせてね、うん、マンション何棟ぐらいあるんですか、このエリアだと。ね、ここに大きいの3つあるんですよ、プラグタワーの、うん、はいはい、この残りはね、3棟だと思うんです。うん、ちょっとこう三角形ですけどね、はいはい、ただまあこれ買い上げるとなったらまた大騒ぎになるでしょうね。買い上げはちょっとどうでしょうね、それはちょっと大変なことになりますね。でもまあこれ工事するんですけど、うん、それでもう一つ言われた透明遺産のやつについて全く、うん、はいはい、決まってないらしくて、うん、でもなんかこの下に通るような気しませんこれ、うん、川の移動とセットで仮堤防を作って、うん、仮堤防の下に外環道を通るんかな、うん、それ大震度地下大臣と違う、うん、いやだからセットで作るんじゃないの、うん、世田谷で一応はインターチェンジ作るんで、うん、まあ、ここかな、うん、よくわかりませんけどね。そからなんせ透明遺難が全然決まってないですから ね、ルートも何も、はい、でまああとまあさっき申したキム、はい・ジョンナム事件はオスマントルコの伝統そのものスルタンソクヨのために兄弟全員死刑、伝統っていうかにはつながりがないと、ただ同じことやってるだけだと伝統とかですね、うんうん、そうそうそう、とにかくいや
山川の教科書はね、うん、これをねまたね悪いって書かないでいいことのようになってね、そういう習慣があったとかね。まあそれでオスマントルが長く続いたってもあるんじゃない。ところがね、殺しすぎて男の人がいなくなりかかったことある、うん、あー後継ぎやこといない。だから鶴田本人と皇太子がいなくなっちゃって、あその皇太子に男の子が生まれないんじゃないかってことがあって、いっぺん焦ったことがある。あたくさんいないとよね、後取りは。この殺害は19世紀近くまでやってたんですね、うん、で1850年ぐらいに新しい宮殿使って移転した時ぐらいにやめたんですね、うんうんうん、やばんだってね。やばんだ、やっと思ったという話。では次、これは、はい、はい、こっちを先やりましょう。あ、はいはい。最近こうドナルド・ジョン・トランプさんが非常にいい政治をしてると思うんですが、TPP の脱退に証明する、うん、オバマケアの廃止はね、うん、もうちょっと掛け金が安くなると、うん、そうだね、オバマケアってのはやっぱりね、うん、あのオバマさんが信じてるイスラム教のジズヤと一緒ですごい掛け金が高い、うん、あの中小の自営業者がちょっときついっていう話、ね、つまりね、一人当たり同じ値段、はいはいはい、つまり掛け金がね収入に関係なく一定なんで、うん、やっぱりジズヤなんです発想。だってあれじゃない、人頭税、サッチャーだってこれが原因でやめたんです。まあまあまあそうですね、あれはポールタックスって言われて、うん、あれはすごい批判されました、ね、そのいわゆる掛け金が同じ一、うん、人当たりいくらっていうやり方をやって、うん、これはあんまりやっていう話で、うん、でも結局民間に任せるっていう意味では同じなんですよね、まあ国がやらないだから掛け金が、それと国の税金による投入によるなんかをするといって、うん、どうも未確認情報ですけど安倍ちゃんが教えたみたいですよ、うん、あ日本の国民皆保険のやり方をやってて、うん、そうそう、どういうやり方してんのかと、うん、国が全部やってたらえらいことになるんでね、うんうん、メディケアってのがあって、うん、それは拡充するんじゃなくて、うん、今のオバマのでね、そのやり方を変えるって話ですよね、うんうん、でからあと GMO 食品の表示義務は維持されます、うん、からアメリカの製造業の復活政策の中でなんとインフラ投資を112兆円と、ね、すごい、いやー明日株爆上げでしょうね、あアメリカ、あ日本もね、日本もね、そうそうそう、さあ日経平均2万円に迫ると思うんですが。まあ、これはまあ共和党の喜ぶ政策ですからね、うん、共和党支持者が。あと僕ね、ぜひやってほしいのはマリファナの禁止をやっぱりちゃんとやるべきですね、うん、これどうなんですか、名言まだそんなしてないでしょ、ちょっと調べてますこれは、うんうん、さて今日のメインはこれです。心の性の優先のって、うん、こんなもんアホかいう話で、うんうん、まあでも時期尚早な感じ、いや時期尚早違うよこんなもん、いやこんなもん ね心の性は自己申告なんですからね、うん、そしたら私が犯罪者だったら自己申告して、変態がこうやって、こんなもん、まあ、アカウントビデオのなんかに使われるとあのね、とか覗きたい方の心の性だって言ってね、あそういうことね、そうですよ、これとんでもない、いやこれは本当にあくまで自己申告のあれでトイレをその誰も使っていいよっていう、これはちょっといかんですね、だからおっさんがカメラ持って自己申告で、うん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 、心の性は女なんですよ、そうですよ、こんなもんとんでもない、うん、でね、なんでこんなもんが通ることになったんですか、いやそれはこの写真見たらわかるやろこれ。見てくださいよこれ。これどこで見つけてるんですか。ちなみに知ってる？これ奥さん怒っとる。これちょっと怒った感じなんですね。ちなみに、うん、デンマークの女の首相とブチューやってたのもあるし、もうこれもう変態やでこれ。でちなみに知ってる？YouTube 見たら。うんうん、パストゥールって言って、うん、なんかその、うん、プロテスタントの男の牧師ともホモってたっていう話。あら、それはちょっと大変ですね。なんでこんなやつ選ぶんやっちゃ、見てくださいこれ。どう見たってオバマでしょこれ。でもアメリカの方でね、その、うん、いわゆるトイレをですね、うん、その男性用女性用じゃなくてね、どちらも共有でできる、共通で利用できるトイレにしようと、うん、まあ日本でいう誰でもトイレみたいですよね。だからそういった流れの中で、うん、そういったオバケア、オバマさん、オバマさんのことね、うん、そういったその心の整理っていう、だけどこれちょっと違うのかだけど、そんなん言うけどね、うんうん、時々変なカップルが2人で入って別の目的で使ってるケースだってあったりするわけ、前にね、ハイソソメね、うんうん、ライズのトイレがどうだろうって、そういう、あ、そうあったんですか、ね、多目的トイレ、あります、どういったんですか、ライズのトイレって多目的トイレって何かあったんですか、
あれはライズのマンションでビデオ撮影があった。あーあー、の部屋、あ、それはちょっと目的外しよう。まあとにかくね、ね、こういう人がね、しかし本当にすごいよねこれ。ということで、はい、あのいよいよ今日のメインのところなんですが、うん、はい、実はですね、これ今までね、はい、まあ私のツイッター仲間なり、はい、石川さんのいろんな今までのことをですね、うん、はい、集約してですね、はい、論点整理、まあ出てたら、うん、あのそろそろ論点整理をしようというようなのが出てきましてね、はい、まあ、ちょっと考えてみました、うん、でまず考えたんですが、はい、まあ、ケンキチさんが今日来てくれたよかった、来ないね、うん、来てくれたよかったんやけど ね、 ね、いらっしゃればよね、まずですね、うん、まあ現実的な案を作ろうということと、はい、もう一つ、あの憲法は丸っぽ変えることはできないんですね、築城、うんうん、改正、はい、しかできないし、築城、はい、発議しかできないと、うん、でまあね、うん、あのケンキチさんが好きな全文が現状維持、うん、はい、そのままだから19条から21条の表現の自由とか集会結社の自由とか、うんうん、あの良心の自由とか学問の自由はそのまま維持、はい、から59条の再解決要件はこれはね、うん、あの自民党の憲法改正草案でも3分の2なんですよ、うんうん、ところは小沢さんがなぜかこれ過半数にしようと言って、うん、過半数はちょっとまずですね、僕ね、小沢一郎って本当にね有能な政治家だったけど、うん、イギリスの制度を入れて自分やられてるのね、小さいですよ、うんうん、そうなんです、イギリスにかぶれたらダメですね。いやだって最初はネオリベラだったわけじゃない、まあそうでしょ、どん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 左の方に移動してきて、うん、ねえ、あのほら昨日のオンエアのね、うん、あの あれでやります北区、うん、ね、青木愛ちゃん票は、うん、共産党に入れるらしいよ、あでもそれ、あ、そうなんですか、うん、あ、なるほど、ちょっとそれって、うん、どこまでそういうこと言ってる人はいますけど、12区で野党共闘の動きやってる人はいますけど、うん、まだそこまでコンセンサスは、うん、情報ソースは青木愛後援会の幹部から来ました。あ、なるほど、私もちょっとあちこち忍者がおりますので、まあ、いきますね、まあ、はい、行きましょう、はい、次、はい、96条の改正要件はもう現状維持、はいはいはい、で近畿さんがやや言ってる97条も維持、はい、98条も維持、はい、で99条の憲法尊重義務も現状維持、うん、でさらに緊急事態条項なし、はい、緊急事態条項でやっぱり合理性があるのは、うん、やっぱりあれだけなんですよ、国会議員の任期延長だけなんですよ、うん、でなんで必要かって言ったら国会議員がいなくなったら何もできんと、うん、いうことになるので衆参同日選挙の禁止と国会召集要求の義務化、うんうん、でなんとかなるだろうと、なるほど、でこれはちょっとここら辺根回しました。だから参議院が2分の1半分だけ残ってて衆議院開催してる状況っていうのは一番まずいわけですね、よくないですね、うん、まあゼロになるわけじゃないけど、うん、そうそう、だから一応ね、これが会議は開けるんですよ、半分いれば、はい、はい、そうですね、だけどまあそういうわけじゃなくて、うん、まあ、その時もちゃんとあの緊急集会でやるなり、うん、あのあるいは参議院選挙中は衆議院でちゃんと進めて、はい、で基本的に参議院議員っていうのは任期中に選挙しますから、うんうんうん、そうですね、だからそういう時はちょっと選挙止めて戻ってこいということをすればいいわけですから、はい、まあ敵が攻めてきたっていう時は軍事で緊急にやるけれども、一番想定したのはね、災害があった時に急にお金出さなきゃいけなくなったのがいいとか、あの災知事みたいなことが起きた時に、そうなった時にどうしてもやっぱり審議必要なので、うん、それをそのなんかこう政令と同じ状況で法律と同じにすると、そんなこと言うからね、話がおかしくなるわけで、はい、ということで、はい、でまあ、もう一つの考え方は、はい、任意制というのを冷静に考えると、うん、日本ってね、うん、衆議院は本当に議員内閣制なんですよ、はい、そうですね、はい、だから解散と内閣不信任案があるんだけど、うん、参議院ってアメリカ型なんです、うん、解散も内閣不信任案もない、ない、だから非常に独立性が高い、うん、ということになるので、参議院はやっぱり監査権を強化するべきであって、うん、あ、それはどうだか言ってましたね。いやですね、うん、で任意制の良さを生かすにはどうするべきか、だから参議院がカーボンコピーにならないためにもそういうことをやればっていうね、うん、では、はい、簡単にあの資料編に詳しく条文書きましたけど、はいはい、だから最初、2条の2、うん、これは自民党の憲法改正案にあるんですが、はい、国旗国家の、明文化と、うん、国旗国家の尊重義務、うん、これは反対する人どれぐらいいるんかな、少ないだろうな、反対する人少ないですね、少ないけど、うん、やっぱそれだと護憲派は憲法改正、いや、それは分かる、いやいや、これは、うん、
3分の2以上の賛成の得られそうな部分や金かと考えています。なるほど。だから基本的に自民公明維新、うん、日心は賛成しそうな、はい、いや民主だって賛成するでしょ、うん、いやこれいや民主だって賛成しない。これは民主賛成すると思うよ。いや当たり前ですよ。これだから言うとあの、うん、共産党さんと希望の会は、うんうんもうあかんという前提で。希望の会もダメなんですか。いや希望の会国旗国家どうやろう。あのだって小沢保守の人たちじゃないですか。国旗国家ってもう法律で一応いやこれは憲法に書き込む。そうそうそう国旗国家法で一応、はいはい、次、9条なんですけどね、うん、ここはもう1条にもう1項2項そのままにした上で、うんただし全2項の規定については自衛の場合はこの限りではない、うん、でね国防軍とか自衛軍とかね、うん、軍人とかもそんなこと言いなさんなと。そうこれ入るからみんなわーわー言うよね。で次9条の3って自民党言ってた中にね、うんうんまあ、国は主権と独立を守るために国民と協力して領土か、領海領空を保全しなければならない、うん、この防衛っていうとまだ激しいでしょ、うん、でまた青山茂原のあたりはね、 ね資源を確保しなければいけないとか僕はこう東シナ海に行けみたいな感じになるじゃないですか、はい、そんなこと言わない言わない、うん次15条 の、はい、の第3項これはね公務員の選挙については青年者に普通選挙を保障する変な日本語になってるので、うん、公務員については日本国籍を有する青年者の普通選挙もどうですか、うん、小池さんも丸しそうな話でしょ丸しそうな話だけあまあ年法が次、はい、いいじゃない林田さんにとってちょうどいいじゃないそれいいでしょ、はい、林田さんが一番恐れてるのは小池新党が民進党化とか立証化することを恐れてるわけだから、はいはいはい、小池新党にも支持してもらえる内容になってる次15条の5項に追加、うん、公務員は10条に定める日本国民でなければならないあ公務員でこれ中央公務員も含めてこうそうなんですあなるほどこれだから議員の場合もなんかちゃんとみなす公務員とに準備する議員は公務員正しい書きをね入れたいな議員は公務員です、うんうん、で次、うん、15条の第6項、うん、外国の国民である者は国の公務員たることはできない、うん、これね慣れないにしておくと後から二重国籍になるやつ出てくるから、うん、二重国籍になった瞬間に失職するようにしておく人だよねなるほどなるほど次、第7番目、うん19条の2これはね自民党の憲法改正草案そのものでいいはずです、うん、プライバシー権、うん、それから国政上の行政に関する説明の義務、うん、この辺はこれは県吉さんも反対するか彼はするかもしれないけどこれは反対する人はあんまりいないと思うのね、うん、で次、うん次いきますよ、はい、石川さん好み、はい、生存権の拡充は、はい、もう石川久美子提案のままいきましょうはい、はいただもう一つ言うと、うん、国民の生活の部面におけるっていうのはわけわからんから、うん、あれはちょっと直しましょう、うん、要は、はい、次25条の2、うん、環境権、うん、あこれは自民党会計草案の25条の2と同じでしょこれどうなんですか環境権のせいでなんか訴訟が増えたっていうんでヨーロッパでは こんな権利は認めないがよかったんじゃないかっていう意見もあるけどこれどうしますかねそれは環境権の、うん定義の仕方によって請求権つけるかつけないかなるほど、ね、だから逆に私はつけないような権利だったら意味がない派でなるほどねはいはいはいで次でもこれ一応ね、はいまあ、環境の保全義務みたいな感じになってますね立て付けはなるほど、はい、次25条の、うん、自民党の25条の3はやめましょう、うん、在外邦人の保護ってもうなんかもう超危険なのが入ってるんでこれはなしうん、でもその次の犯罪被害者等への配慮っていうのは、うん、これなんかね、うん、今どっちか言うとこう加害者の権利ばっかり主張するそうそうそうそれは非常に言われますねこれはまずいんで、うんまあ、これはバランス取りましょう、うんはい、次26条、はいこれは、義務教育はこれを無償とするを変えまして、うん、国が国民に対して行う教育はこれを無償とする、うん外国人についてはね考えたんですけどね、うん、相互主義でいいんじゃないかなと思います、うん、だから日本人がいる国や向こうでやってるんだったら同じことをやるってねそう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 、それはバランス取れていいですね、うんうん、これがいいと思いますそうしたら朝鮮学校どうなんですかって話でそうすると、うん、その何人も憲法にある何人もっていうのの解釈はどうするんですかここにだから何人もって書いてないのあ書いてないんだけど全ての文章について、うん、人権について、うん、その外国人の権利を相互主義にするんだったら、うん、何人もの解釈を、うん
何人もと書いてあるけど、うん、基本的に国民はって読まなきゃいけないって書いてある。そんなこと言ってないって。だからここにわざと国が国民に対してってわざわざこう書いてあるのは日本人の。いやだから、いやだから その条文だけじゃなくて全条文一応精査して、うん、だから憲法が国民はって書いてるのと何人って書いてるもの、ね、何人っていう時はさ法人も含まれるじゃないですか。まあそのそうだよ、うん、だと外国人は外国人も含むんじゃないかっていう、うん、意識して憲法を制定者は区別してそこを使ったんだっていう説もあるし、うん、ああなるほどね、はいはい、説もあるし、はいはいはい、そうですね、そこの使い分けですね、はいはい、じゃあちょっと精査します、はい、今いい質問いただきました。じゃあここはそうですね、それは、はい、で次27条、はいはい、もう石川さんの通りですこれは、はい、あのこれも石川さんよくできてます次30条、はい、納税の義務のところを納税及び国土保全の義務にしましょう、うん、ああどうなる国土保全で引っかかるこれね防衛っていうと興奮する人保全ぐらいでしょ。いやそれは納税は、うん、むしろ法律に従って、うん、いやもちろんその国土保全も法律に従ってなんですか、うんうん、まあそうなんですけど、うん、これはせめてね、うん、有事の時に妨害はしないでねって傍観者はいいけどという、うん、あのそれは、うん、あのむしろ今だって、うん、あの本部執行妨害があるわけなんで、まあ、まあ妨害はねだから、うん、その国防に対する妨害を他のものより重くするのはおかしいんじゃないかって議論、うん、それはいい指摘ですね、わ、うん、かりました。それはあのまあいいね、こんなね、うん、あの19個出したね半分ぐらいしかない削られるの分かってるえそんなこと言うけどさ、うん、言うけどさあの例のテロ等準備罪な、はいはいはい、あ全部あ言っときますけど277回テロ等って言葉が入ってないでしょ。そうあれなんだか分かってます。なんでかってそんなもんのりしろに決まっとるやん国対応の、うん、だから衆議院の審議始まって3月の終わりぐらいに参議院の、うん、の時の予算が成立する頃になって終わった頃に国対委員長会談やって、うんうんうん、テロ等っていうの入れてくれよと、うんな誰か言いそうな人おるやろな民進党で、はいはい、そしたらそれは分かったと、うん、いうふうにせんと、うん、またプラカードもややこしいからそこで入れるとそうせんと皇室典範でプラカードするぞ決まってるからああなるほど ね、それをこれはもうのりしろですわこれもどう見たってなるほどね、はい、ね、テロ通って入れてもいいようになってんだけど、うん、そののりしろ、うん、はい、はい、次、はいはいちょっと顔も立てなあかんでしょ野党のなるほど、ね、次48条の2、はい、これがね衆参同時制の禁止はね、はい、これね何人も両議員の議員たることできないって書いてあるのと一緒で、うん、衆議院と参議院の総選挙同時に行うこれね総選挙ってね、うん、参議院の通常選挙も含むんですよ解釈上、うん、つまり、うん、公示による選挙ね告示じゃない、はい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 、うんはい、これってだから諸外国で同時選挙ってあるんですか。ありますよアメリカ、うん、あ、そうかそうか。イタリア。あ、そうかそうか。一応3分の1ずつですよね、一応。アメリカの？イタリア？あ、そうかそうか。じゃあ、解散をぶつけてくるっていう例はありますか？うん、まあ、あ、イタリアは上下両院解散できる。あ、ほんと、じゃあ、議員がゼロになるときあるってことなんですか？いや、半分の、うん、そう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 。うん、まあ、それはどうしてんですか、そういうのは。だからそれは悪用して。いや、だから、ヨーロッパはもともと国王、議会解散権の国王体系に基づくんで、うん、ゼロになったっていいんですよ。むしろ国王が聞かなければ解散って、むしろ国王の命令に聞かなければ解散した。そうそうそう、挑発的解散。ああ、なるほど、ね、だから日本国憲法においてそれが、そもそも、だから首相の解散権がないべきだっていう説ぐらいだってあるぐらい。ああ、なるほどね。はいはいはい。うん、はいはいはい、ここあ、分かりました、すみません、ちょっと大変良い質問です、ね、なるほど次、はい、53条なんですけど、ここね、はい、自民党の憲法草案見ると、うん、召集要求から20日以内に召集を決定しなければならないって書いてあるから、はい、20日以内に来年召集しますだってよくなっちゃうんで、そうじゃなくて、うん、自動的に10日以内に国会を召集しなければならないぐらいにしときゃいいんですよ。あんまりない期間置かないってこと。そう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 、うん、この10日は内閣不信任案可決後10日以内、結構多いんですよこういうの10日って、うん、10日以内にあの辞職しなかったら失職という首長年もあったりするんで、うん、まあ10日でしょ、うん、なるほど。次73条の2、うん、内閣が国の公務員を任命する際国会の同意が必要である場合は、うん、内閣は先に参議院に諮らなければならない。ね、監査権強化。なるほど。これは参議院の。つまり、あの、国会同意人事と、うん、ね、参議院優越まで行くと、また後ややこしくなるんですよ。選議権だけでいいと思います。うん。だから次、81条の2、これね、石川さん好み。うん。最高裁判所は、具体的な事件が発生する前において、
全条の決定を行うことができる、つまり抽象的意見審査を認めた方がいいだろうという話です。これについては下級裁判所からやってもいいっていう考えもあるし、多分現実的にはね、最高裁が処理しきれないから、どっかの高裁にぶん投げると思うんですよ。なるほど。多分ね、だから最高裁はやらないけど、最高裁じゃなくて、高等裁判所のどっかの所管のところに差し戻しみたいな形でそこで審議しろっていうふうになる可能性はありますね。なるほど、うん、まあ、それは誰が提訴するんですか。うどんと、それとも福島みずほさんね。こういう議員が提訴する、議員がしてもいいし、その、まあ、市民団体とか、それこそ単純にじゃあ普通の人が いけへん、あ、じゃあ事件、要するに訴訟要件を緩めるためのせい、だってね、ここだけ日本って妙に英米法なんですよ、つまり抽象的意見審査が、これね、維新がやらこれ言ってんのね、本当は憲法裁判所作ってほしいんですけどね。そうですね、そっちの方が。でもそうすると、結局独立、いや、それ石川さん、行政委員会みたいな感じで、そうそうそう、ね、憲法裁判所ってやっちゃうとね、維新制になっちゃうんだよね。そのリスクも怖いんで、ちょっと迷いました。なるほど。やっぱ三審制を維持しなきゃいけない。か、まあ二審でもいいと思うんだけど、これについてはね。で、この間も安倍さんのなんか靖国藩参拝を、高裁が、まあ、要は判断しなかったわけでしょ。だ結局最高裁にこれになるんで。で、次。はい、で、最後、90条に参考。はい、この、いわゆる決算ですけど、はい、第1項の決算及び監査報告を先に参議院に提出しなければならない。うん、これも同じことですね。そうそうそう。だからこれも監査権を強化する。うん、ちょうどいいんですよ。うん、つまり、参議院は衆議院よりも行政から距離があるわけです。うん、距離があるということは、監査権を強化するというのは非常に適しているわけであって、ね、これだったらどうかなと。賢吉さん来てほしかったね。でも19個も変えるのかとか言って、けしからーんってなるかと思ったんですが、一応その何ですか、その、いわゆる政府が勝手気ままできるようなことをしにくいような内容にしているし、石川さん好みの権利の拡大も入っているので、大体そんな悪くないような気もするのですが、皆さんご意見いかがでしょうか。なるほど。なるほど、なるほど。まあ、でね、国民投票する人ってやっぱり一案ずつでしょ、1個ずつだ、19個丸だけつけてって19もそれで国民まあ、るんですか。まあちょっとまとめるかもしれないけど、少なくとも全部抱き合わせはないってことです、ただ今なんだっけ、憲法改正反対の人の中では、まあ、今回安倍政権で今憲法改正進めようとしてるのは、またこれ一回やった実績を作って次本当に本丸をなんか攻めていくんじゃないかって、そうしよう思ったんですけど、ちょっと予想外のことが起きてしまいましたので、多分1回しかできひんと思う。なるほど。2019年の7月がタイムリミットだから。そうですね。ああ。それどう言ってるの？だから、次が参議院選挙で、その後は改憲派は3分の2を切れると思うんですよ。だから、これ改憲しづらくなると切れるんですか？と思うね。いや、今の、まあ、そんな先のことは分かんないけど、今の状態だったら、多分ね、もう常に3分の2は改憲派の人が多くなると思いますよ。いや、大丈夫かな。だから、小池新党は国政にやったって、別に改憲論は、問答無用で、その拒否じゃないので。今、世論がやっぱりね、改憲とか護憲でもう半々ぐらいになってきてるから。だから、その改憲の中にね、私も言えばいいんだけど、そのね、護憲派の方にね、こういう新しい権利を入れるとかいうのってね、こんなん本当は賛成してほしいわけですよ、私、この。この生存権の拡大とかね。いや、だから、ね、内容で議論してくれればいいんだけど、そうじゃなくて、もう、憲法改正そのものは、悪用されるっていうことで、この内容関係ないんですよ。だから、良いもんだってダメだって。そういうことだから、そういうこと言ったら、例えば、今の安倍さんのアタック科学だって評価別にできて、それを評価することは別に何ら悪いじゃないんですから、ね。そうそうそう。今日は彼がいないから言うけどさ、絶対に何が何でもダメ言う人は何割かおるわけよ。そう、おるよ、そう。だけど、ね。そうだから、自民、公明、大阪維新、日心、および民進党の一部あたりに、民進党の多数派です。民進党はやっぱり、保険っていうのは意外と少ないの、ね、まあ、そのあたりに、大体賛成してもらえるようなもので考え、多分これね、未来予告するみたいだけど、多分19項目も出したら、異議なしっていうのは多分ないかもしれないけど、まあ多分まあ採決したら、まあいくつかまとめて採決になると思うんですよ、ね、この生存権と環境権ぐらいセットかもしれないけど、だまあ大体票分かれるはずなんですよ。これは民進も賛成すると、これは共産まで賛成すると、
でも絶対社民だけは反対やね、うんうんうん、まあなんかあるはずですよ、まあ、組み合わせがいくつか、ね、なんてありえるかな、うん、今のその政治をだから、うん、あと、うん、妊娠もまとめて反対する論理として、うん、とにかく安倍氏の審議の方は設立だと、うんうん、だから審議拒否するんだ、うん、そうそうそう、だから内容じゃないんです、内容じゃない、そう審議のやり方なんだ、まあまあ、そのプラカードとかいろんなことも考えるとね、今言ってるようにその一部野党の推まあみいやその大阪維新と日心にも賛成してもらえるっていうの重要でしょ、うん、でもそんなに大阪維新日心の賛成は全然それがハードル高くなって、別にそう彼は自民党を給料改正だって別にそれは改正するんだから、さらにそのいいですか、うん、考えてほしいのはね、うん、例えばですよ、うん、10月の10日に憲法改正を発議して、うん、なんでこんなことスケジュールで言ってるか知らんけど、うん、あ今年のね10月と、うん、11月3日に、うん、衆議院解散総選挙にして、うん、12月10日に、うん、まあいわゆる投開票と国民投票としてはしましょう、うん、そしたらさ、うん、少なくとも日曜日の8時から6チャンネルとか TBS とかでね、うん、毎回関口さんあたりが出てきてね憲法改正ここが問題だとかいう話に絶対なるわけですよね、なんかニュース2、3とかね、うん、その辺で多分ね、サンデーモーニング、まあ、もうはっきり言ってもう20日間ね、うん、60日以上、180日以上、うんうん、反憲法改正の大キャンペーンが行われるのよ、うん、そこだけね、うん、ね、そうなった時にね、これに耐えよう思ったらね、やっぱりかなりいろんな要素がいるわけですよ、うん、まあそれはそうですけど、この前衆参同時選挙は選挙リズムが耐えられないからダメだって大前言ってたんですけど、うん、憲法改正になったら初めての経験で、うん、それと衆院選挙、うん、最高裁国民審査を被らせてやってられますか、うん、いい質問です、うん、実はね最高裁国民審査まさに丸ペケでしょ、うん、あペケつけるだけでしょ、うん、同じ用紙なんですね様式は、ネットでは何 無投票は参戦になった、違う違う、そんなこと言ってない違う言ってない言ってな てないそうじゃなくてで枠の形が同じでしょって言ってる、うんうん、10人前並べるところは19個になるだけだから、うんうん、ねで、そしたらね選挙運動どうなるか言ったらね、多分ね全部丸ー言うのと全部ペケー言うのはあるはずなんですよ、だいたい目に浮かぶでしょ、安倍さんが出てきてね、うんうん、福島さんはね、全部ペケとおっしゃるんですけど、この9番とか10番も反対なんでしょうかねとかって、大体目に浮かぶじゃないですか。うん、でちなみにこれ、両与党に、うん、もうとっから昔に提出しているわけ、うん、いいじゃないかって話になってた、まあ、大体そのいい感触を得ておりますので、大きい方の与党さんからは、うん、具体的な案がなくて困ってたんだよねとかって落としどころ、すぐ巻きますという話で。当然もう田淵通信で安倍総理なり皆さんのところに配信済みでありますので、こんなもの当然、うん、小さい方の与党は、うん、あ助かっただ かつて作ったその大きい方の与党が作った会見はもう完全に葬り去られた、そんなことないやん、一部いいとこ取り込んでるやんちゃんとこれ環境権とかさ、うん、犯罪被害者の方生存あ環境権でしょ、あれってもともとあったんですか、あっちの会見ありました、ありましたちゃんと、うん、これちゃんとプライバシー権とかさ、なんかあれあっちの大元だった船始めさんたちが作った会見なんて変えすぎなんでね、あれは、うん、いやだからこれ、うん、自民党の会見草案のいいとこはそのまま使いましょうと、それと石川さんがやってくれるとこ27条とか25条とかね、うん、26条とか、ね、26条とか、うん、あの加減するとこはね、26条のこれいいじゃないですか、これはものすごくね、うん、で外国人に関しては、うん、さっき言った相互主義で、うん、これねいい事例がありましてね、うん、国家賠償法も実は外国人に対して相互主義なんですよ、うん、あでもどうです、要は国民と国民、まあ、要は外国人とか一緒に、まあ、日本に住んでるわけなんだけど、うん、それを区別するってことはどうなのかって話、あと人権条約とかも絡みが、うん、だからこれ、まあだからね、だからその諸外国はどうしてるのか、どうするかですね、うん、まあただ一応ね、うん、国立大学は多分これできると思うんですよ、うんうん、今でもね、うん、私立の小学校行くと授業を取ってるからね、すいません、うん、国立の小学校で授業を取ってないの、国立の小学校、例えばお茶水の大学とか、うん、普通とか、うん、あ、取ってないね、取ってないじゃない、うん、これ小中はね、うんうん、あ、やっぱりそうなんだ、だから国の授業はそうなんでね、うん、ちょっと困ったのは、例えば大阪市立大学とか京都府立医科大とか、うん、ちょっと今学長が偉いことになってる、そうそう、学長がちょっと京都府立医科大偉いことになってるけど、その時の他府県の人をどうするかちょっと議論になるのね、
そうだね、だってでもね、実際他府県といってもやっぱそれはもう、でもね、入学金違います、知ってました？だって昔は都立大なんかはね、都民だと安いからって受けなさいって言われてましたよ。今の入学金全然違うんですか？あの何、そこの要は自治体の住民であるか、でね、そうで分けてるわけね、元受験産業のプロから言うとね、うん、実は、うん、特に単価の、うん、単価 の, しあの公立大学になると、うん、選抜基準においてちょっと違いがあるような風に見えてくるんですよ。あ、2浪以上の他府県生ってなると、うん、結構厳しい扱いをしてるケースが実はあったりする、うんうん、それは別にやっても別に差別だなんだよね、ならないわけ、難しいね、難しいところでしょ、でもあ、まあ、あのあくまでも国がやってるやつはもちろんあの平等やんなきゃいけないけど、うん、とあの総権であとか、まあ、だからそこのところの扱いもあるので少し緩めに書いといたんだけ ど,、うん、なるほど、多分無償化できるの、はい、国だけみたいな、うん、教育国際でできるのもね、はいはいはい、まあ、私学は支援するけれども、うんうん、やっぱりこれかなと、うん、なるほど、これは、まあ、まあだからこれをまたきっと今回憲法改正やってもね、うん、これはいつから適用するっていうことがきっとね不足についてきちゃうと思うんですね、うんうん、なるほど、あのこの教育の無償化なんていうのは、うんうん、すぐに違憲判決になってしまうからね。ただ国際っていうものの手当付けから見ると、うん、かなり早く実行するためにそういう枠になってるんだと思うんですね、うんうん、なるほど。さあ問題は地方大学の大学院をどういうふうにするかどう考えてもらう、これはそれは憲法で決めるもんで、だからそれをどういうふうに担保するかでね、うん、まあまあ見ててください、もう今年の前からどっかの企業がこれ買いますって出てくるから、うん、まあでも中央大学の何のメリット、まあ、でもそうそう、まあ、憲法の問題はね、まあまあいろいろと案があるでしょうし、まあ一つ一つね、まあまあ今回はあの憲法その改憲反対っていう方があまりいらっしゃらないみたいなんですけども、まあそういった人も交えてね、そうそうそう、やっぱ健吉さん呼ばない、いやこれはね、だからそのぜひね、僕はね一つ聞きたいのは、全面反対という人だけじゃなくて、具体的にこう論憲っていうんですか、憲法を論ずるような人はね、いませんって話よ。そうですね、いやだって安倍その自民党のやつは立憲主義に反してるからという論憲をしてるんですよ。そうなんですか。それ論憲で、いや本当にこういうね、昔ね石川さんがね憲法25267のことね、増山さんにね、うん、これいいじゃないですかって賛成しませんかとか言ってもね、うん、もう増山さん堅くない賛成するって言わないんですよ、うん、あの社民党だもん、社民党は、ね、あの原理主義的に一言一句いじっちゃいけないんです、うん、いやそしたらあのちっちゃい通を、うん、大きい通をちっちゃい通にするって結構あるんですよ、自民党の憲法改正は、うん、あれもいけない、いけないだ、負をうにするのもだ、あそうそう、おうの負をそうそうそう、おうふじゃないとダメ、それは歴史文書だから、うん、一つ私も別に変える必要はないと、うん、なるほど、歴史文書なんで、そうそう、ね、あのそういったあ文語でいいんだよね、まあ、そういってみて、ちょっと会見というとね、うん、どの部分をいじるんだ、どの部分をどう変えるんだっていう議論よりもね、うん、会見するか、うん、会見しないのかっていうですね、議論が先に、船田が悪いわよな、あんな変なもの持ってくるからね、うん、会見するでも、うん、この憲法第何条の何項をね、うん、こう変えたいとか、そう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 、そういった議論をもっと多くとか、ね、だって未だにあの憲法改正の話で反対の人は、あの船田さんたちが作ったあのヘンテコリンなあの会見のここが変だよっていうので攻撃してるわけです。おかげさまで、うん、これ今中田上で激しく拡散されておりまして、うんうん、いやでも現実的でしょこれ。いやいややっぱ、うん、みんなが賛成できるようにしないとやっぱダメだからね。そうそうそう、これでこれ、ね、じゃあやっぱ25条から26、27じゃないですか。ね、あまあそれはね。憲法の話はねもっとなかなかね、うん、簡単にはいかない話だと思う。まあ中身を論憲しましょう。あの場合ってはこういったことについてまた特集番組ね、うんうん、また別に作ると。はい、まあぜひ皆さんちょっとね、このちょっとこの、ね、あのということで、そうそう時間がですね、はいはいはい、一応これでなんか他に終わりですけど、はいはいはい、大丈夫です、はいはい、じゃ一応今日はですね、はい、これでおしまいいたしまして、はい、で来週はですね、うん、今度はその予約出てきました共謀罪の話もね、はいはい、やりましてですね、はい、まあ、じっくりといろいろと話していきたいと思います、はい、で今日はおしまいいたします、どうもお疲れ様でした、はいはい、どうもお疲れ様でした、はい、どうも